はいどうも、トゥーショットラジオ第35回、レヴィンです。そして今回は配信者の岩切さんに来ていただきました。こんにちは。ああ、どうもどうも、こんにちは。お疲れ様です。こんばんは、どうもです。いや、岩切さんも何回も出ていただいてありがとうございます。いやー、ほんとですね。それで僕3回目じゃないですか。そうですね、3回目ですね。多分下手ななんか同僚とかよりレヴィンさんの話す気がするんですよ、ね。<laughs> <laughs> 言うてでも3か月とかで2回え三3回ですよは <laughs> そんなもんですかねもう結構定期的にやってる気がしますああ,あ,あでもそうか同僚えリモートワークとかですかいや今は出社してますけどああもうなんかそろそろ、はい、もうなんか、うん、リモートにも移していかないとやばいみたいな感じになってますね、まあ、緊急事態宣言来ましたしねうんうん <laughs> またみんなリモートになるんですかね そうかもしんないっすね。ってか結構リモート好きなんすか岩切さんの職場あリモートじゃないわ。はい、リモートじゃない方が基本的にはいいわーってなってるんですかまあなんか人によってはなんかそれが慣れててずっとそれだったんで。はい、でももう今はリモート増えてて。うん。あなんかもうリモートはリモートで。 うん、なんかそっちの方も楽でいいって感じになってますよはあなんかどっちでもいいみたいな感じなんですか、うん、なんかその価値観的にはその、うん、もうどっちでもみたいな感じになって最初は最初は「え、うん、出社できないのかよ」みたいな感じだったんですけどえそれは上の感じがってことですか上の人の感じああまあ上とかその周り 今までずっと出社してたんで、うん、えって出社じゃな,ないんだ、出社してよみたいな感じで。えー、考えられないんですけど。<laughs> <laughs> 考えられますなんか家の方がいいに決まってないですかでも,でも実際、俺もリモートやったら、うん、マジでリモートの方がいいって思っちゃいましたね。うん、さもう本当、初めの頃だったら、あ<ー>わ分かんないこととかすぐ聞けねえやみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、なんならだって、なんか通話すりゃいいしみたいな。うん、そうですよ。<laughs> 通勤に片道1時間ちょいぐらいかかってるから、うん、そうでしょう、うん、いやなんかもうなんていうんですかねあのー、なんか地球とシュークリームぐらいの違いがあるんですけど俺としてはそんなに比べるべくもないというか、うん、なんかその比較天秤に乗ろうとしたことがないですね、うん、家の方がいいに決ってるじゃないですかあだってもう 9時から仕事だとしたら、8時50分まで寝れるわけですから。うん,うん。それなのに、なんか出社のほうがいいとか言ってる人いるんですね。<laughs> そう、なんかまあでも今やってる仕事が、なんか資料とかを、なんか外に出さ、うん、ないようにするのが決まりとか、そういうのもあって、うん,う,んうん。まだなんかその辺で、<う>まあ何、うん、妹にはしづらいっていうところがあるみたいですけど。うんなるほどね。うん いやそうなんですね。うん、いやー、イさんね。えーうん、今、18時なんですけど、そうですね。21時から企画があって、岩オさん、多忙ですね。いやー、今週、ちょっとい、いろいろ忙しいかな、みたいな感じです、うんうん。最近、まあ、なんか、いろいろ出させてもらうことも増えてきたんで、ね、まあ、そうですね。21時からのやつは、あのショタコンクラゲさんというあの、前のラジオにも出ていただいた方の、 が主催されるアマングアスっていうゲームの企画なんですけど実は私も呼ばれてましてああはいはいはい <laughs> なんでよきりさんもが21時でちょっとまでしかできないんですって言うけど俺もできないはずなんですよね <laughs> <laughs> レンさんスタンスとしてはああ出れたらみたいな感じがじそうそうしかもこれをギリギリまでやったとしたら絶対出れるんですよ状況的にはほ他のことないですからもううん ままあまあ全然いいんですけどね、いいんですけど、うんうん、なんかあのゲーム自体が俺、ちょっとそんなにハマってないんですよね。ああ、そうなんですか。はい、むずないですか、あのゲーム。いや、俺も正直、あの、うん、やる前は、うん、いや、俺、こういうの無理なんだよって思ったんですよ。うんうん、もう、その人狼とかも、いや、そんななぁみたいな。俺はその人と喋ることが苦手だ苦手で、ちょっとすくむんで。うんうん でも実際やってみるとそんなに話すことないことないなって思ってないことない,ないなんかその話すタイミングって本当に少ないんですよ、はい、はいはいはいもうなんか誰かが死んだとか、はい、誰かがこれからちょっと話し合いしようってなったタイミングぐらいしか会話交わすタイミングないんですよはいはいはいだからなんかそれ以外のそれぞれ作業をしたりそれぞれ裏でなんか悪さしたりするパートっていうのが、はい、あの基本誰もマイク 使えないですあそうですけど、うん、あのそのそ悪さが難しくないですかあ悪さは難しいかもしれないです、ねうん、あなんかその悪いことする側になったことないある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 。あ,あったらむっちゃむずいないですかまあめっちゃむずいけどでもまあ、うん、あー難しい難しい。なんか最初はみんなわちゃわちゃやってるけど、うんうん、あとあと3人体制でやろうなんか行動しようみたいな感じすると。うん どんいやなんかそれで全然やりづらくて俺何にもできないままあの全員がミッションコンプリートして終わりましたよでも、まあ、確か前回やった時さ、はい、あのミッションコンプリート多分しなかったっすよ <laughs> ああ いや、しちゃったんですよ、俺の時 <laughs> いやこれね、このゲーム、だから難しいんですよね。その難しいの難しいです。あちこち動き回りながら人知れず人を殺し人殺しになるみたいな役割の方と、殺される側というか、犯人探す側に分かれるんですけど。はいはいはい、そうなりますね。まあ、その、殺される側というか、犯人探す側は気楽なもんで。 適当にやりながら本当のこと言っときゃいいんですけど <laughs> 適当に集まって団体行動しながらみたいな、ねうんうん、そうです殺す側はそのまとまってるやつらをこうなんとかうまいことかいくぐってやらないといけないんで、うんうん、みんな見てなきゃいけないですからね殺す側はそんなんできないですよ、うん、全然ああねえ、うん、いやでも俺も多分同じ感覚だと思うんですようわ難しいと思いながらやってると思いますうんですかあんま面白くなくないですか

まあでもなんか俺のあれとしては、こういうゲームすっげえ苦手だなと思ったけど、うん、まあできなくもないな。うん。周りがそんなに、あれかもしれないです。うん、そのレベルが変わらんからかもしれないですけど。うん。俺も一回、視聴者とちょっとやっただけですからね。うん、むしろ、レビンさんは視聴者ちょっとやってる時点で、そんなに変わらないですよ。うん、<々>いや、でも3ゲームぐらいやっただけですよ。ああ<ー>、うん。しかも少人数で。うんうんうん。なあ、これ、珍しいですね。あのー、 21時までということなんで、もう終わりの時間が決まっている状態でしゃべるって、なかなか珍しい。<laughs> そうですね、まあ、うん、ですけど。<laughs> うん、なんで、3時間ぐらいですね、今回は。うんうん、そう、まあ、フルでしゃべる前提になってますけど。うん、<laughs> そうですね。さあ、そして、イガさんに、私はちょっと一つ報告しないといけないことがありまして。はい なんかかあっったんですてう今ちょっとそのそちょっとビビらしたろうと思って言ったんですけどあれ食いましたよ富士そばの爆ーそばあク爆ー食ったんですか爆ー食いました岩切,さん <laughs> 岩切さんの顔を浮かべながら食いましたよいや爆ー,バクテー俺また食べたいなって思ってるんですよあ,あれね確か、あのー、なんか思ってたんと違うというかあのーうん、なんか白いお肉がそうですそうですそうです 入ってる感じの肉そばうんうんあれ不思議な味わいでしたねなんていうんそうなんかいわゆるそばつゆ味じゃなかったじゃないですかうんうんうん,なん何味って言ったらいいんだろうねあれ <laughs> <laughs> 確かにでもうまいんですよにんにくと胡椒がバーって効いてるなんかのうん、なんか味がするんですようんうんうんそうですねそれ食べてうん美味しかったですよ ああそれはよかったです、うん、また食いたいなと思いましたうん,うんあれなんかそのこの味はなんかそ,、うん、そのこの何この料理でしか味わえない味みたいな感じがするうんそうですね、うん、日暮里のあのー、富士そばにあったんでもういつでも<ー>食いに行きますねいいことですわはいチャリですさあとか言って<笑><笑>あっ伊藤師団ふチャリなんですかチャリっすようーんさあと言ってもパクパク食べられますわ うん、バクテーうんあれでもなんか <laughs> 店先には全然その情報がなくてああほんとですか券売機にあるのを見つけて<っ>ああよかったってなったんですけどああ券売機にひっそりあるみたいてないひっそりありましたね <laughs> うん店によってやってたりやってなかったりするらしいですからああそうですねうん <laughs> そうか久しぶりに食べたいなって思ったんですけど、うん、なんか c m 一人ね「バクテ艇いいよ」いいよって言ってる人いましたわ別にいい、うん、だからね割と人気なんだなって、うんうん、あの感じでバクテ艇って読めるやついないと思いますけどあれは読めないですから <laughs> 肉骨みたいなこと書いてますよそう肉骨茶みたいな感じですテ艇そばみたいなバクテ艇そば うま、ん、かっったですよ。あれ以来は食ってないんですかよぎりさんああいやー俺食べたいなと思ったんですけど最近食べてないですねああ帰りに富士そばの前通るんですけどね <coughs> うんあっ、うん、あの俺こないだ天一行ったんですよ天下一品、はい、ラーメンあのこってりドロドロした感じの、うん、そうですほんで俺もう本当に数年ぶりにめちゃくちゃ久しぶりに行ってうんうん あ,あの、なんか天一の、うん、あのスープの感じってなんかどうやって作ってるんですかねあれあれ、<laughs> <laughs> あれどうやって作ってるんですかあ俺もう天下一品は10年以上ぐらいかな、前に1回行ってこれは合わねえなと思って俺はもう二度と行ってないですね <laughs> あ合わなかったんですか <laughs> そうですね。なんかもうコーンポタージュみたいなスープになってて、はい、えっ、ー、何これと思ってでも俺、うん 結構前に、うん、本当に数年前で一回行ったことあるんですけど、うん、その時に比べると、マジで、なんか、粘土が違うんですよ、粘土もう、<土>もうその、とろみが違うんですよ、もう。どっちがすごいんですかもう、この間、俺らの,その埼玉の川越の方で天下一品行ったんですけど、はい、そっちの粘土が半端ないですよ、もあ最近の方がやばいってこともう、もう最近の方がやばい。そで、その、<laughs> も、なんかもう、その、箸で、こう、麺を持って、ぐわーってあげると、スープが全部持ってかれてるみたいな感じなんで。<laughs> うお、やべえ、なんだこれ。<laughs> あ、やばいっすね、それは。えー、うまい、うまいっすか。俺は好きでしたよ。へえ<ー>。天一。ああ、天一か。もうなんか、い、なんか、その時に、そんなに。と思って、食ってないんですけど、それい以外は。うん、その時の味はもう忘れてるんですよね、今。 あだからあ<ー>なんかあんまりやなっていう記憶しかなくてどんなぜあんまりなのかがもう今分かってないんでもう一回言ってもいいぐらいですけどね <laughs> 今、うん、なんかあのスープはなんか鶏ガラとかなんかいろいろなものを煮込ん合わせて煮込んで、うん、なんかいろいろやってできたらしくてなんかでも あ,あ,そこじゃあそこ以外のスープってもうなんか全部サラサラみたいな感じになりましたもん、うん、<laughs> 天一くわノット天一みたいな感じになりましたなんかも <laughs> うん。そうね。うん、ああえー、結構いいっすねその。新しい体験というか、うん、もう最近ぐるぐる同じのばっかり食ってるから、ああ、はい、は,はいはい。バクテイはちょっと新鮮でしたけど、うんうん、もう俺が食うもんっつったら王将か。 <laughs> 日高屋かマクドナルドかケンタッキーか <laughs> 自分家で作ったポトフか肉じゃがかっていうもう何回も食ったもんばっかりですから <laughs> まあでもそういう感じありますよねそのしばらく仕事してたりすると、うん、ああじゃあ昼は朝で食ってみたいな感じの、うんうん、それもね、うん、ちょっとし刺激がないですよね、うん、だからたぶんレミさん家で作ってるんですね、うん、いろいろ まあ、もう最近ほんま頻度減りましたけどポトフが多いですねええー。ポトフ簡単っすよめちゃくちゃポトフ俺作ったことないっすよあめちゃくちゃ簡単でもうじゃがいもとか6分割ぐらいでよくてうんうんはまあ人参はちょっと俺細かくしますけどキャベツもザク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 って切って ウインナーとかポンポンと入れてポンポンと入れて,かかてで玉ねぎ、えーうん、そうそうそうコンソメとかなんかで味付けするんですけそうそうコンソメのあの顆粒のやつをドバドバ入れて水入れてちょっと塩入れてしまいですあポトフもうマジで煮るだけなんですかね煮るだけですようん <laughs> まあホットクックでも1時間半ちょいぐらいは煮込まされますけどうん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 格段に長いんですよなんか他のやつより 肉じゃがとか20分とかなんですけどポトフは105分とかなんですよねめちゃくちゃ煮るやんってあえレさん圧力鍋使ったことあります圧力鍋ってなんや圧力鍋は完全にロックして密封できる鍋なんですよああへえいやないっす火かけると火かけると中で圧力がかかるんですけど圧力鍋はマジで最強の調理器具ですよええどういう点がいいんですか あのだからもう本当にすごい長い間煮込まなきゃ作れないような料理とかも、うん、もう圧力鍋だったらもう本当に二三3 0分ぐらいでできるんですよ、うん、ああなるほどでできたらその食材がめっちゃ柔らかくなってああホクホクしてるとそうもうホクホクというかもう溶けてる溶けてる <laughs> それは一丁ったんじゃないもう うん、まあ圧力のちょ時間の調整とかにもよるけど、うん、もう本当に、例えばカレーとかを作るとき、うんうん、最初に野菜ばーって焼いて、で野菜一回煮るがあるけど、焼く,焼くって何回なんか野菜,や野菜とか肉とかを一回焼き目つけたりしないですか。ああ、俺、それやんないですね。あで、うん、まあ野菜とかを、まあ、一、うん、回その肉とかをまあ煮る段階があると思うんですけど、そこで一回圧力かけるんですよ、圧力鍋で。 もう完全にもう肉とかもう野菜とかもう全部もうクタクタになってますんでもそれにカレール突っ込んで、うん、カレール溶かしたらもうなんかもう2日前のカレーぐらいの、うん、あの感じのカレーができるんですよ熟成したもうもう熟成したもう,んもう最強のカーーん最強の煮込みカレーができるん,んなるほどねそう圧で意外とその圧力鍋の何がいいかっていうと、うん、実際はまあ言うて 材料入れて時間かけて煮込んでるだけなんで、うん、正直そんなに難しくないですだからもう本当に言うてしまえば角煮とかもしばらく煮て面倒見なきゃいけないけど、うんはい、圧力鍋だったらもう煮込んでパカッと開けたらもうほんにもトロトロの角煮ができてるよみたいな,なるほどねそのまあ俺ホットクックなんであの、うん、なんていうんですかね見,た見とかなあかんっていうのはもともとないんですよ ただそのうまい、うまい感じになりそうなのはいいですね。ん<ー>その野菜がくたくたになるっていうん<ー> <laughs> お。まあ、それって電気ですかいや、もう火にかけるだけですよ。ああ、火にかけるんだ。<laughs> ホットフックってあれですか自動調理鍋みたいな。うん、自動調理ですよ。あ<ー>混ぜてくれるだけですけどね、まあ。混ぜながら加熱してくれるだけですけど。あ,あの <laughs> ちょっと高いけど、うん、電子圧力鍋っていうのもあるんですよ、うん、もうなんか <coughs> ホットドックみたいにパカッと開けて中に具材入れて、うん、パタッと閉めて、うん、時間かけると圧力かけて開けたらできてるっていう電子圧力鍋やったことないですけどご飯とかもうすぐ炊けるらしいですからねあ<ー> <laughs> まあでもなんか間違いいいかなっていう感じはあるんで,<ー>ですよねうまくなりそうっていうのはちょっと興味あるな ちょっと圧力鍋はちょっとおすすめです、うんえー。それでよく作ってんですかああ、よく圧力鍋は使ってますね。お<ー>大体煮るときは圧力鍋使いますね。もうとにかく圧力かけりゃいいんだじゃあ。あもう圧かけりゃ大体効きますよ。何煮込むにももう圧かけときゃいいってこと圧かけたら大体もういい感じになりますから。<laughs> そうもないな <laughs> お。いいっすね。そう、なんか煮込んだら美味しいだろうなっていうやつは全部。うんうん 言ってしまうとちょっと洗うのがめんどくさいぐらいかどういう理由でラメやったらなんか蓋閉めたりするんだけどその蓋,の蓋にもいろいろパーツみたいなのがあって、うんまあ、そのちゃんと分解して洗うのが好ましいですおおまあでもそんなにいくつもあるわけじゃないんで<ー>あれですけどなるほどね ああ俺もあれっすよ、あのー、なんていうんですかね、炊飯器みたいな感じなんですよ、ホットグックでっかい炊飯器で、うんうん、その炊飯釜のところに具材入れてみたいなことなんですけど、もう俺、それ、そのまんま取り出して、逆さまにして、食洗機に入れてますよ。ああ、食洗機あったら大丈夫ですね、そしたら。全然食洗機対応とかじゃないんですけど、ああ、本当ですか、<変>洗えちゃえるから大丈夫だって。もう大丈夫やろということで、<coughs> うん、逆さまにして入れてってやってるんで。 うん、もうあらゆるものは俺も入れちゃってますねあ<ー>、うん、えでもいいなそれちょっと、うんうん、おでんとかなんか勝手に煮ててくれそうですよねあおでんかやったことねえけど、うん、おでんってまあおでんの元を買ってきてってことかうん、うん、いろいろ具材買ってあおでんかおでんそんなでもないなでも あー本当ですか俺おでん割と好きなんですよ。一<ー>人でなんか食うにはなんかどうしても量が多すぎちゃう、まあ、量多い分には俺も何の問題もないんですけど。山のように食えばいいだけなんであ。でも、なんかよく言うのはご飯と合わないって言うじゃないですか。あー確かにご飯と合わないですね、おでん。うん、おでんを置かずにご飯はなかなか乗らないですね。不思議だよね、あれ。 酒のつまりにするときはちょうどよかったんですよ、あれもうん,う,んう,んうん、でも酒飲まなくなったんで、<coughs> ああ、酒も全然飲まないですね、もう2年以上飲んでないですね、うん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 もう3年になるんじゃないかな、そろそろ。しもや山さんとダイエット動画始めたのが3年前ですかね、もうや,やってましたね、ダイエット動画、そうそれ、それ以来飲んでないですもん、俺。 いですねいや、も、ま、う、あ、めちゃくちゃ行ってたんですけどね、それまでは。<laughs> バドワイザー、を1日に6本ぐらい飲んでましたよ。バカみたいに飲んでましたよ。でもなんかお酒はしょ <laughs> 飲まなくなると、いやもうそんな別にいいみたいな感じにならないですかまあ今は割とそうですね、俺。うん、たまに飲みたくなるけど、まあ飲んだらひどい目に遭うしなって思ったら。<laughs> <laughs> うん、なんかのまあいっかーってな,なるというかもう何かしらの機会がないと飲まないで家で一人で飲むってないですねあないんだそれ一番ちょうどいいな、うん、それができんのいいな俺も家でガブガブ毎日飲んでましたから <laughs> ほろ酔い3本とバドワイザー5本とか飲んでましたよ 1>, <laughs> 1日あたりねだからそれに酒の妻も行くからもう1日の,その酒代がもう20003000円ぐらい行くんで あもう一日に二三千円酒代やったらもう相当ですよ。そう。飯もあったら五千円はいってるし。月十万ぐらい行きますよ。<laughs> マジマジ。うん、<laughs> そうなんですよ。だからまあそれがなくなったから食費が安くなったっていうのはマジでありますね。うん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 。うん、指の月に食費どれぐらいかけてます？二万どんぐらいなんやのかな。だからかつては俺マジで十万超えてましたね。 うんでも今は今は言うてまあ56万かなああまあでもそれぐらいですよねうん1日2000円ぐらいはいってると思うからうん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 、うん、<coughs> そうですねでもウーバーとか頼んだらもうその日3000円とかいきますねああそうですね、うん、だから頼んできてくれるやつ、ねうん、なのでうんかその時だけ食うやつじゃなくて ちょっと多めに頼んで、うん、夜ちょっと食ったりとかするしああはいはいはい、はい、あのフレッシュレスバーガーとかやったらバーガー4つぐらい頼んでなんか分けて食うみたいなああ分けて食うん、い複数頼んで分けて食うそうそうそう <laughs>、うん、バーガーなんてレンチン30秒すればもう美味しいですから確かに、うん、<coughs> あんまりなんかその辺頼んだことないですよねああフレッシュレスは美味しいですよ フレッシュネスかか商品名じゃないですかフレッシュネスバーガーはフレッシュネスバーガーってところでありますよでフレッシュネスバーガーっていうタイトルの商品もありますよフレッシュネスバーガー知らんすわバンポーブチキンのアルバムバンポーブチキンみたいな感じですよ <laughs> フレッシュネスね美味しいのが結構あるんですよオム,オムレツバーガーとかめっちゃ美味しくて えー、フレッシュネス知らないです俺そもそもああ結構宅配に重きを置いてるバーガー屋なんかなん<ー>うん <coughs> 割とうまいっすよそもそもなんか車で相当走らせてやっとマクナどドがあるんでうんなるほどバーガーの宅配来てくんないんですかいや宅配うちはあれですよピザーラしかないですよ <laughs> <laughs> あピザーラとあとなんかビワパエリアみたいなやつしかないですよ <laughs> <laughs> ま <laughs> ジで、全然二個しかないのでお <laughs> 前がもっと知らまあいや、ガストかなあるとしたらガストのとかかな<ジ>らいスプレッシュレスとかマクドナルドとかないんだ <laughs> いや多分高い範囲外だと思います範囲外なんだはあ、なかなか、うん、なかなか不便やな、うん、まあでも、ね、まあな頼まない帰りとかならあるかもしれないですけど、うん、頼まないなら別にいいんかうんなるほどね いや俺そんなん絶対困るわ <laughs> まあでも正直デリバリーた本で持ってきてくれるのはめっちゃ便利ですけどね、うん、<laughs> <ら> <coughs> ああもうじゃあとし都心部にしか住めねえな俺ウーバーイーツとか俺一回試しになんか、うんまあ、うちが住んでる県内でできないかなと思ってウーバーイーツのアプリ見ましたけど、うん、何も出てきませんでした、うん、<laughs> あれってなんか届けてくれる人次第なんじゃないのかな <coughs> 範囲対応派みたいなのあるっぽいけど受<ー>けてくれる人もいないかもしれないですそ,そもそも範囲がいやそれやったらさワンチャンあ意味ねえか自分で買いに行ったらいいやんと思ったけど <laughs> それで自分で買いに行ってるだけで <laughs> ウーバー関係ねえそりゃそうです。ホ <laughs> <laughs> んまや関係なかったわあでもじゃあ岩切君がその地域をもう全部た担ってあげれば全部ああ俺がこの 担当森山担当で住んでる、そ森山やっけ森山担当でウーバーやればいいってことですか全、全、森山のその、あの、要求を全部一心に受けて。ないってことは、需要がないんじゃないですか需要がじじいしか住んでねえから。潜在的欲求があるわけじゃないですか、岩切君みたいに。ありますね。それ、ご用聞きしてて。時間がねえ。ピンポーちょっと。 なんか宅配してほしいものないすかっつって自分でそうやってやってビラ配ってウーバーとかでもなくてもコンビニ買い出しとかもやりますうん岩切りっていう名前でやって岩切りなわそうそうそうそ,うそれで結構重かるんじゃないマージンが取られなければ確かにそうですね <laughs> ちょっと俺も考えたことあるふと考えたことあるけどほうんうん 言うてそんなんもう一人と時間があっていうかもう一人やしな <laughs> <laughs> むちゃくちゃ言うてるけどなうんそうですね食べ物食べ物をね最近そうバクテーを食べたっていうのをどうしても言いたくてねあフレッシュレスバーガーで思い出したんですけど、はい、あの俺ハンバーガーをたまになんか出かけた時に食べることあるんですけどはいレビーさんバーガーキング好きですかバーガーキング ウーバーでもたまに頼みますわあー、Uber? あウーバーやってるんですねやってますねうんそれとなんかその俺も一回初めて行ったんですけど、うん、池袋かどっかで行ったんですけど、うん、あのワッパー食べいですかワッパーはいワッパーめちゃめちゃうまいですよねああ<ー>やばいと思って最初その頼んだ時にもうん、クソでゲえと思ってでもうハンバーガーがもう子供に、うん、マクナルドのハンバーガーが子供に見えるようなレベルうんうんうん でバーガーキング埼玉県ないのと思ったら全然ないああないんだ、うん、うちも最寄りは秋葉原かなだから、えー、結構遠いっすよ秋葉原だと日暮里から秋葉原は <laughs> 最近なんかいろいろ見てうん、なんかうわちょっと久しぶりに行ってみたいなーって思うんですけど、うん、なかなかで俺ちょっとそんなになんすよねバーガーキングなんか,か大味じゃないですか結構 こう<ー>なんていうんかな、<ー>ちょっとこう、うーん、細やかな味わいがあんまりないなっていう感じが。<laughs> 俺が、俺がばかじゃな、<laughs> <laughs> いやいや、俺がたまたまそこのバーガーキングの思うだけなんだけど、も俺もバカじだと思うんですけどね。<laughs> もうなんかね、ソースの味が結構あの、肝やと思うんですけど、やっぱバーガーって。あ,あーうん うん、なんかそんなに好みじゃないってだけかなだからああなるほども俺も辛くて味が濃くて量が多かったら美味しいっていうふうに判断しちゃうからうん <laughs> そんな <laughs> そんなですか <laughs> やばないですかそれはなんかビッグマックとか好きなんですけどああビッグマックっすか、はい、ビッグマックのソースが好きなんですよだからあのビッグマックジュニアとかいうちっちゃい普通のサイズのビッグマックの味のやつが出た時めっちゃそれがいいわと思いました、ね ビッグマックってでかいの食いにくいんですよね <coughs> ああ確かになんか箱に入ってますもんねビッグマックそうそう嫌なんですよあれでかいの <laughs> 崩れるんですが <coughs> 確かにレタス散らかりますよねビッグマックうん最後の方もまともに食えた試しがないって感じで <coughs> なんですけどなんかそれのジュニアが出た時めちゃくちゃいいなと思ってええー、結構食ってましたねか <coughs> バーガーやっぱ卵系 とチーズ系が好きなんですよね。う<ー>からチーズワッパー食いますよ。あのはいはいはい。バーガーキングだと。卵系ですか、うん、あの、マクドナルドのなんかエッグマックとかのあの卵ってあれどうやって作ってるんですかあ,<ー> <laughs> あのなんていうんですかねあの、ハムみたいな。あの、分厚い目玉焼きあれどうやって作ってるんですかねあれどうやって作ってるんですかねやり方あるんでしょうけど。完全に。 ん白身と黄身を混ぜない感じですよね完全にそう混ぜないでなんか立体ゆで卵みたいになってるじゃないですかもう3<ー> <laughs> 混ぜぐらいしかしないとかなんですかね確かになあれどうやってんやろ <coughs> なんか調べたら出てきそうですけどねうんあの <coughs> 円柱円柱輪切りみたいなやつを作る方法みたいななんか、そんな感じのやつにしてるんですかねうん そうまあでもなんか普段との普段と違うものを食べるみたいな感覚で、うん、マコナなど行ってる感じします <laughs> 俺日常なんですよねもう <laughs>、うん、日常的に行ってるからだからなんかその夜だとそのミートパーティーを倍にできたりするんですよああはいはいああマジですか俺やっぱそーそを基本味わいに行ってるからなんか肉の量は変えてないですね うんそれらそれだと種類食いたいなって感じになっちゃうあ<ー>、うん、いつも何かそのなんか何かしらのセットとハンバーガー一個みたいな感じでの頼み方をするんですよああ俺もそうですねだからエビフィレオとチーズバーガーとかうんうんうん,うんビッグマックと、まあ、チーズバーガーとかチーズバーガー好きなんですけど <laughs> チーズバーガーいいっすよねあの感じいいっすよねうん なんでなんやろなあれなんか不思議な味わいしますよねあれチーズバーガーチーーーズバーガーを、ダブルチーズバーガーを一回倍にしてみてほしいんですよ <laughs> 俺 <laughs> ダブルをそもそも頼まないんですよノーマルチーズバーガーなんですよいつもそしたらその肉があのパンとかチーズよりも多くなっちゃうんですよ <laughs> アホみたいなハンバーガーが来るんですよ <laughs> ああそれの方がいいっすか いやちょっとなんか変わったもん食いてえなって時にやる感じですねあ変わってはいるけどチーズバーガーは本当になんかたまにちょっとなんか完食感覚で買って食べちゃいたくなることがあるんですうんうんわかりますおにぎり食う感覚ですあわかりますよ全然家にも常備しときたいですもんね全然チーズバーガーもうパクつきてって時ありますよ ソースがって,言ってたじゃないですか。あの <coughs> バーベキューソースとマスタードソース、どっちが好きですかあ絶対マスタード。ああ、いや、マスタードソース、あれ、何混ぜたらああいうふうになるのか、マジで気になるんですよ。確かにね、あんなんじゃないもんね、普通のマスタード。いろんなところで、例えばマスタードとかをつけ,る、うん、つけて食べたりするけど、うん、まんま普通の辛チだったりするし。うんうん なんか足りなかったりするしやっぱマスタードソースはマクドナルドのマスタードが一番うまい、うん、一番うまいですよねあのビッグフランクとか頼んだ時も <laughs> あのケチャップとマスタードのやつとか来たりしますけどうん、うん、全然マクドナルドの方がいいっすよねいや本当にうんまああれ甘みやと思うんですけどねやっぱ <laughs> ああ確かにまあそうですねうん甘みだから砂糖入れたらあったらええんちゃい,ちゃいます いやそんな甘いもんじゃないんじゃないですか <laughs> もっともっと違う甘み蜂蜜みたいなな,なんか入ってるんじゃないですかいろいろ別の言えないやつが糖分だけじゃなくてうんんか細かいやつがやりたいですねまあなんか粒入りマスタードとかなんかの時に買ったんですよ俺もうん何やったっけなあれ何のために買ったんやっけな買ったんですけど全然おいしくなくてへえーうん 微妙でしたねあやっぱマクドナルドのマスターソースを売ってほしいですよね。売しいですね。なんかあのチューブのやつじゃなくて、なんかそのちょっと大きいめのやつ。あの瓶に入ってるみたいな。瓶 <laughs> 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 サイズで欲しいですね。まあでも単体で買ってきても、まあ、ナゲットにつけるぐらいしか用途ないけどな、俺の方も。ああ。 何使いますマスタード。あれなんか、あれじゃないですか。鶏もも肉とかに <laughs> 塗ったくて、バーって焼いて、ご飯にのっけたら絶対美味しいじゃないですか。あーあー、でも俺焼き料理できないんですよ。あのあー、マジですか。もうホットクックがあのガスコンロを封鎖しちゃってるんで。ああ、もう、もうキッチンを制圧してるんですよ、<う>ホットクックが。上にどかどか物が乗ってても、ガスコンロ使おうと思ったら大変なんですよ。<laughs> でも、ホットクックでできるもんしか俺はもう二度と。<laughs> <laughs> 家では作れねえなって思っていますよ。<laughs> そうですね、岩切さんね、あの、はい、よきさんね、じゃないですけど、あの、うん、なん全然会になるのかな、なんか、うんばさんっていう方に出ていただいたことがあって、なんか、はい、そこでちょっと話してたんですけど、はい、岩切さん、もし3億年ボタンって分かります ああ、わかりますよ。3億年ボタン押しますああ、あの、あれですよね。押したら3億年我慢した3億年だっけ ?5 億年ボタンじゃないですか、これ。まあ3億年にしましょうよ、とりあえず。3億年。間変わんないでしょ、3億年も5億年も。変わんないですか、1億年とも変わんないじゃんそんなもん。1億年耐えれたら10億年耐えれますよ、もう、そんなもん。3億年間。 うんえー、もう何にも音も聞こえない、うん、目も見えない喋っても何にも誰も返してくれないっていう世界にふわーって放り出されて死ねもしないし意識もずっと3億年間あ,あって眠たくもならないっていう,、うん、もう状態健康な意識のまま3億年その空間にいるってなった時。うん それを耐えれたら、その <laughs> 3億年間過ごした記憶が全部なくなって、現世に帰ってきて、まあ、例えばじゃあ1億円もらえると。うんうんうん。だから、その、帰ってきた瞬間のやつの意識からしたら、いきなり1億円湧いてきたみたいな。うん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 いや、なんかでも、記憶がなくなるから、うん、なんか人によっては記憶がなくなるから押してもえ、うん、え,えやんみたいな感じの、うん、あれがわからないんですよ。わからない。じゃあ押さないですか。俺俺 俺は記憶がな記憶が残んだったら押しますよ。残るんだったら押すの記憶残んだったら押しますよ。<laughs> どういうことどういういこと。<laughs> だって、だってさ何のだってその一億年間さ、うん、何もない空間、一億年じゃない、三億年間何もない空間で過ごして、うん、で、で過ごしたらその後の記憶が全部、うん、パッと消えて、一、うん、億円をパンって渡される。うん、うんうん 正直俺そのもともとは何か100万円とかじゃないですか5億年そごしてでまあ俺は押さないんですよはい俺はまず押さない、うん、だけど記憶が残るんだったら俺押すんですよはあ <laughs> だってその5億年間何もない空間でずーっと過ごした体験が自分に残ってるんですよおお<う>。でも誰もそんな体験できないじゃん <laughs> えちょっと、ね、そでれ意識というか、よき君の精神は大丈夫なんそれまあそれがその後俺がどういう状態になって5億年後帰ってくるかわからないですけど、もうなんか、<ぜ>おかちょっと気違いになってるかもしれないですけど、でも、正直、その5億年のか<う>5億年、もうほぼ無限と言ってもいい時間を体験して。 それがなんかその、どういう体験になるのかって、どういう、だからそれで自分がどういう状態になってるのかってなんか残し、残、し残せるじゃない五億年間の自分が。<笑><笑>いや、でもそれ実際に自分がやんねんで。3億、まあ3億年ですけど、あの、うん言、言ってるのは。なんか5億年に伸びてましたけど、今 <laughs>。残らんのやったら俺やらないっすわ。ああ <laughs>、じゃあまあ残るんよったら押すんや。まあ何かしら残る、5億年間が残るんだったら、ちょっと俺押すかもしれない。 じゃあ5億年で0円は5億年0円は押さんおお、じゃあ5億年で1億円一もう5億年で1億円 1>,、うん、?1 億円 1>, ?1 億円1億だったら俺押すかもしれないです1億1億年プラス<ー>なんか5億年何もしなかった経験値だったんじゃないですか経験値って言ったって自分の中で何かこねくり回すだけですよ何にも外界からの刺激ないんだから うん、でもあれじゃないですかハトほかには5億年ボタンを押したという実績が達成されるじゃないですか、うん、自分の中で達成されるけどそ <laughs> れるけど <laughs> そ辛すぎるでしょいやどうなんすかねいや絶対だって100年目ぐらいで俺が「おい岩切君どう?」とかそのまあほんまは何にも外界からのアクセスないってやつだけどその100年ごとにじゃあ記念であの、うん、俺が顔出しに来るとするじゃないですか 100年目で、おー、よきりくんどうって言った時も、よきりくん多分日本語喋ってないですよ。いや、ま、でも100年ごとにレビンさん挨拶してくるんだったら、俺ちょっとできますわ。そう。<laughs> むしろできますわ、いや、でも絶対100年目で、よきりくんって言ったら、<laughs> ええんとか言ってくる多分 <laughs> いやー、わかんない。俺、声で調子っこい,いなこと言ってるかもしれないけど、実際押したら多分50年で多分、まあ、やめときゃよかった、ね。50年どころじゃないと思うで。3!、うん、うん。1回多分俺寝上げると思う。 ねえうん。押したら多分俺すぐにやけど、50年も持たん。でも。あ、じゃあ、えっと、100年ごとに俺が挨拶に来んねんけど、その時に、岩切君、やっぱり1億円いらんよね、もういらんよねって言って、で、それでいりますって毎回ちゃんと言えれば、その度にじゃあ1億円ずつ上乗せや。めっちゃいいじゃん、それも。でも、いや、でも、それ、でもそれ結局、あれじゃないですか、もうそんなん、もう、もらったら、 でも、積極それも後々、うん、あとあと。じゃあ、100円上乗せ。100年で100円上乗せ。<laughs> 100円で100円上乗せ。だって、それって3億年やったら3億円になってるわけやから。だから、うん、だから地道にやっていけば3億円になるよ、最終的に。うん、でも、断ったらゼロでしょ断ったら、その100年分はゼロ。うん、その100年分はゼロなのか、うんうん。すげえ、ドロップアウトできるんだ。 いや、違う、違う、違う。あの、三億円は完走してもらうけど、ちゃんと答えなかったら、百円。百、うん、円なし <laughs> ああ。受け答えができなきゃいけない。そう、そう、だから、一回、一 <laughs> 回百円、百年で、なんか、曖昧な回答しちゃうと、二億九千九百九十九万千九百円になっちゃう。<laughs> うん、あまあ、はい、だったら、減額される。OK、やったら、やる。おお<ー>。三億年、三億円に上げたで。もうじゃ。 うん、定期的に声かけてくれるんだったら、<laughs> まあ。<laughs> 100年間ですよ。今、今、今、んン君30年ぐらいしかい生きてないよまだで。で、終わったら、はあ、終わって、うん、終わって、なんか、終 <laughs> されるんですよね。もう終わったら、おめでとうって言って。おめでとうっすよ、それは。俺は、<laughs> <laughs> ありがとう。ありがとう、言えてないと思うけどな。<laughs> いや、もう最初の100年で、俺も、あの、ああ、 やっぱり人間には無理だったなってなると思うでこれだ 100, 100年でもあええってなってると思うでも,もう1回100年だけ頑張らせて <laughs> 100年じゃ百100年目だけあの辞、うん、めてもいいっていうあの <laughs> 1回どう100年辞める <laughs> みたいな感じで使用<う>期間みたいな感じで使用 <laughs> 期間も設うけてほしい、うん、でもそこで使用期間でダメってなったらゼロ円な うん、まあ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 ま <laughs> あ,あ。あ<え>、ダメしたわ、ダメしたわ。<laughs> いや、なんかさ、岩切君、<laughs> さっきからめちゃくちゃ自分の意識はっきりしてるけどさ。100年、百年その前に合わされただけで俺も壊れると思ってんねんけど。だからこんな大盤振る舞いというか、情報しまくってんねんね俺。そうかな。えー、岩切君、壊れるって絶対壊、うん。壊れるかな、多う壊れる。もう。うん。 無理やな何もない空間でポツンと突っ立ってるってことそうじゃなくてもう,もう何もない空間で、うん、立ってもない足元もないのもうふわ,ってふわーって浮いてんのよ考えることしかできない考えることしかできないし手動かしたりはできるんやけど、うん、なんか動かしてるせて,てるのかどうかもう分かんない、うん、なるほどなるほど、うん 絶対無理やと思う俺一日無理やと思うもんどうなのかな自分でも自分で考えたら俺一日無理やもんど <laughs> うんどうかなじゃあまあ一回その100年で100年100年目で一回声をかけてください <laughs> やめとくみたいな100年まず最初のチャレンジ100年がすごいな1回100年が <laughs> マジかへえ意外な回答だわ 誰に聞いても俺絶対無理ってなると思ってさ。いやーでもまあねうんうん。あれをでもさ、その、うん、普通に押すじゃんって言う人には俺今まで会ったことないです。うん、ああ、そうね。うん、<laughs> まああんま聞いたこともないけど人に、うん、<laughs> 3億円押すって。<laughs> うん。それはまあだってもう無理やでな。 レンさんは絶対押さない絶対無理絶対無理そのボタンの存在が危ういなって思ってる <laughs> 間違えて押したらどうすんねんっていううんもう願いを言った時に手のこでバンって打ったりしたらもう終わりですようんだからめちゃめちゃ腫れ物のように扱うで <laughs>、うん、絶対無理やなっていうのありますねへ、うん、えー、なんか思考実験系の やついいいろろ探したいな。3億何<あ>、うん、だっけな,なんかアメリカがなんか作った薬で、うん、なんかその体験する時間が変わってしまうみたいなはははいはい、はい。時間がずれる例えばなんかそのその薬を飲むと1日な 1>、うん、な経つんだけど、うん、まあ普通の時間だったら1日なんだけどその人の体感だともう1か月ぐらいに感じるみたいな。うんで なんか声かけたときになんかすごい反応が遅れたりするんですってうううんうん、うん,ジョルノんそういうく薬とかが今開発されているかだかなんだかなんかジョルノの念能力みたいなあ念 <laughs> スタンド能力みたいな <laughs> おなんかその時間の感覚が遅れておかしくなるみたいなうへ、ん、えー、でもなんかそれいいっすねなんかなんか時間が長くなるんだったらいいっすよね ででもあれですよ、下手したらもう3日で懲役50年達成できたりするて <laughs> 出てきてどうなってるかわかんないけどもうんあ今何かねあ大丈夫ですか、うん、あ大丈夫なんか5億年5億年ボタンなんやね世の中では3億年やと思ってた俺も5億年だったっけ ?3 億年だったっけなと思ってますけどなんか5億年で出てきますねグーグルとうんうん なんかこれ系の話でどうするみたいなやつ他にないかなって今探してるんですけどあ<ー> <laughs> なんかないかなうんんもねえなタイムマシンもはじゃあタイムマシンですかタイムマシンタイムマシンはあったらいやー 俺は使うかなまあ使うのは確定じゃない、うん、まあ、使うけど、どこ行くみたいな感覚でさ、未来に行くか過去に行くかもあんまりよく分かってないです、ね。あ<ー>もう未来でも過去でももう自由な時間に行けるってわけですよね。確かにそれ、あどうしようかな。いわゆる、いわゆるめっちゃ、うん、いわゆるなんか未来に行って、うん なんかめっちゃ爆上がりしてる仮想通貨みたいなのを調べておくとか,、うん、なんかそういうぐらいの安っちい考えしか俺に出てこないんですけどうん、うん、じゃあうんこれもなタイムマシンって一口に言ってもいろんな条件設定あるよな <laughs> あ,ありますね <laughs> いや例えばなんか場所は同じですとか戻ってこれるまで何日とかそういうのあるのか<ー>自由に行,き行ったり来たりできるんかその 1>, ん1回行ったら何日間使えないとかあるのかとか ああ、<laughs> 考えると、それによるような、当然。<laughs> まあ、そうですね。うん、だって、もし、うん、そこそこ未来行ったら、完全に言語違ったらどうします <laughs> <laughs> でしかも、1年間は使えませんとかにされたら、<laughs> 1>, 1年はそこで暮らさなきゃんわけか、うん、だから。それやったら、まあ、例えば、じゃ使ったら、1回使ったら、再重点されるまで1年間。とかやったとしたら、うん 何すればええんやったるけどどうすんのやろなしかもその世界に自分はいるのかとかうんでも俺そうやったらめっちゃ近い未来あの過去に行くかなあ<ー>うんで自分ち行くわうん、うん、自分ち行って俺に <laughs> 俺と話し合ってで未来の情報を教えるわあ来たんかあっってめっちゃびっくりするかもしれない <laughs> なんか怒るんじゃないかなそうやったらもう自分に会ったら推奨滅みたいな うん、<laughs> プヨ,ヨプヨ,ヨみたいに消えちゃうん <laughs> えそれとどうするじゃあ1年間使えない1年間使えない、うん、あーでももうしたらえー、でも1年間過ごさなきゃなんないからなそれ,のそれも考えちゃうからね、うん、でじゃあまあ世界中の何,何らかの駅に出てくる、うん <laughs> <laughs> その何らかは指定できるってことでどっかの駅に出てくれるどっかの駅に出てこれるっていう設定で1年間か1年間1年間はつない1年間何しよっかなやっぱ自分っちでしょ<ど>それやっぱまあ自分っち近い将来だからもう近いうちだよね自分っちかな、うん、でも どうしようあの、1年間ぐらい経った後1年後ぐらいにピッて押して、うん、あっ、じゃあこ、この駅に行って、自分家行こうって、自分家がいなくなかったらどうしようか。<laughs> 引っ越したりして、<laughs> あれ俺は近い未来に引っ越すのか。ああ、未来、未来に行くパターンですね。未来は怖いわ、引っ越してるかもしれない。未来怖いですね。過去はいいですね。うん。なんか俺結構、ここに10年ぐらい住んでるから、割と10年前とか行ったらもう全然行けますね。えー <laughs> 10年前に戻ったら PHP7 じゃないんかみたいな。<laughs> まだ5.6なんだみたいな <laughs>。そうなりますよ。<laughs> 驚きはあるかもな。レールズも6じゃないんだみたいな。そうですよ。フィジアルスタジオ2019出てないんだみたいな。<laughs> まあ、それはな <laughs>。<laughs> うん。年号がついてるから。そうだよな。なんか、で、まあ、ビットコイン買っとけって絶対言いますよね、10年前まててあ,あまあ、それはそうですね。てかもう、それで価値格じゃないもう。もう じゃあ <laughs> それだけ覚えとけばいいよな。なんか細かいさ、うん、なんかこの銘柄がどうたらとかがもう覚えて、競馬の何レースが何と何と何でみたいな三連単何でとか全然そんな細かいの覚えとかんと、はい、ビットコイン、ビットコイン、はいって、うん。ビットコインを買っておくんだ。<laughs> それだけだそ。それだけでいいよな <laughs>、うん。めちゃくちゃ金持ちになってると思うで。うん、めちゃくちゃ金持ちになってると思う。うん その過去の自分がやったことって自分に返ってきてるんですか自分が返ってきた頃とか難しいですね、それも。うん。それが変わってるのか。その時間が変わったことによって分岐が生じると思うけど。じゃあ、もう一回きりで、うん。一回きりもう、そのタイムマシン。うん。一回きりで終わり。一回行ったっきり行ったっきり。っっきりやばっ。一回行ったっきりは怖いわ。行ったっきり怖い。行ったっきりで何をするかっていうのができなきゃな、もうな。 まあでもだから自分の知ってる時代じゃないと絶対嫌よなうんなんか江戸時代とか言ったらなんか江戸時代実は全然今聞いてるやつと違ったわみたいな感じやった <laughs> <laughs> やばいし、ね、<laughs> なんか太ってるやつは一撃で打ち込みみたいな世界かもしれんし変わらないじゃないですかあのよく江戸時代とかその、うん すごい昔の時代に、うん、あの鬼が出たみたいな感じのこと書かれてるけど <laughs> 鬼って実は未来の世界からタイムスリップしてきた人なんじゃないですか <laughs> 体もその,その身長とかの平均も伸びてるから体格が大きいから鬼だと思われてるん,あなんか外,外人説もあるよねあれうんうん、うん、そうねそうねじゃ,じゃあもう過去やったらもう同じ選択しかせんから、うん、未来やったら 未来やったら難しいよな未来やったら、うん、まあまずああでもどうすんねやろなまあ何が起こってるかわからないからね未来はうん地球がないかもしれんもんな、うん、<laughs> <laughs> しかも未来に今から持ってって有効活用できそうな情報って何もないもんな何もないっすよ <laughs> 分かっちゃってるもんなうん過去だったら下手したらもう、うん、なんかもうナロー系みたいなことになるかもしれないですよ 今から過去に行く、うん、今から過去だったらまだなんかもしかしたら何かしらワンチャンに行けるかもしれないです、うん、で,でももうあだから過去やったらみんなもう同じことしかせんから未来だけっていうタイムマシンそう未来だけですよ、うん、未来は怖いよ <laughs> <laughs> 未来怖いよもうそうね使いたくないな うん、未,未来は、うんまあ、基本的にさ、うん、あの大体の人はさ過去に行きたがると思うんですようん、うん、でもそれは大人気やからもうちょっとあの、うん、未来にしと未来じゃないと無理っていう未来行って帰ってこれないよって言ったらうん、うん、えマジでわからんないやね俺んでこんな話してるかっていうとなんか最近あのちょっと創作動画を作りたくて。 なんかあのね前回の幸之助さんとの話で出たんっていうか案が出たんですけどなんか『週刊ストーリーランド』じゃないけどドラえもんの秘密道具みたいなを高校生がデスノートみたいに拾って、うん、でどうするかみたいな話 面白いんちゃうみたいな。ああ、いいですね、それ。なんか、でいろいろ怒って、実際、何、ビッグライトを実際使うとどうなるかみたいな感じの動画をいっぱい用意するってことですか。そうそう。まあ、秘密道具というよりはオリジナルの道具にした方がいいかなと思ってんだけど。ああ、はいはいはい。秘密道具、そのまんまでもいいのか、でも確かに。まあ、いろいろな創作の道具とかが手に入ってしまったみたいな感じの流れでもいいんじゃないですか。 その時に、なんかそいつがなんかうまいこと考え使おうと考えるんだけど、うん、っていう話でまあねショートショートみたいにちょっと落ちがつくみたいな感じ。いいですか、下にあ,あれあれやってくださいよ、うん、実際に木更木駅に着いてしまったらどうするみたいな。ああ、なんかあの電車のあ、そうそうそう、いわゆるその、うん、何シャレコア的なストーリーにもし巻き込まれてしまったらみたいなやつ。でもそれってさ、なんかもうそっから先の話、例えば木更木駅に着いてから先の話ってさ。うん <laughs> もう完全に創作やんもう、まあ、完全に創作になっちゃうけどねうん、なんか怖い世界でした鬼がいっぱいいたよみたいな話にしてもいいわけだし <laughs> うんうんというよりはなんか思考実験みたいなさその現実をハックしていくっていう感じじゃないけどさそのそっちの方ががんかああ確かに確かにみたいなそのどうシミュレーションみたいなはい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 方ががんかトントントンって進めれるかなみたいなうん、うん、まあ作りやすいですよねそ なんか、それのそのシチュエーションを最近よく考えてるんで、うん、なんか、あのタイムマシンで未来しか行けない、その、適度な制約のある便利グッズみたいなやつを考えてんねんけど、<laughs> うん、未来にしか行けないやつやったら、使わんな、確かに。ああ、もう、行ったっきりですもんね、だって。 うん、異世界に行くようなもんですよ。うん。なんか嫌いなやつ騙して、なんか未来に飛ばして消すぐらいしか使い道ない、ね、<laughs> <laughs> そうね、そんぐらいしかねえな。 確かに何かその年数入れるところに欲しい金額を入れてスタートをしたらいいとこ行けるんだよって言って 1>,、うん、1万とか入れてそしたらどんなとこに行くのかちょっと見てみたい <laughs> でも見れないけどな俺ら <laughs> 飛んでっただけやから消えるだけ,やけどなその人は <laughs> そんな <laughs> そんな騙し方すんねよ <laughs> <laughs> 欲しい金額その時点で普通の人怪しむけどな <laughs> <laughs> なるなでも確かに何かそれ自分で入力しないといけないとかいう制約がもしあったとしたら何か急にさ岩切君の前に電子端末俺が例えば「岩切んこれさ」って言って出して、うん、ここにちょっと1億とか入れて「OK、うん」って押してほしいんやけどって言ったら、ね「うん、え何何?何」ってならへん。<laughs> <laughs> 何なんですかって一回になるよ。<laughs> なるよね。入れた金額が口座に振り込まれるとか言われてもさ。逆に言わいやん、そんな <laughs>、まあ、なんでだよみたいな感じになる。だからなんか怪しまれずに、ヤキいくに1億って入れて押させるにはどうしたらいいよ。まあでも、あれなんじゃないですか。その、1億円、いや5億円ボタンでもそうだったけど、1人、うん、1> あ、出ちゃじゃねえかみたいな感じにならなきゃいけないんですよね。出た,たじゃねえかって何なんか、実際に怒ってるみたいな感じのことが起こ 俺は押しても大丈夫なんだみたいな感じの出来事が起こんなきゃいけないですよ。<ー>信用させないと、なんかその押す、押す理由付けができないなって。なんか俺が携帯の販売員とかやったら、うん、ではこちらに1億と入力していただいて、OK、うん、押してくださいみたいな感じで、こう流れ、<laughs> 携帯の契約の流れみたいなんで、押させるみたいなは。めっちゃ、めっちゃふ、めっちゃかわいそうな主人公や。それ <laughs> 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 でもそれはちょっとなそいつが携帯の契約に行くとかいろいろ制約があるから、うん、まあでも岩渕君にでも俺がさんかあでも動画やってる人やと逆にやっちゃうかもなまずはその、うん、いきなり「鷹の爪め食え」とか言われたら「えっ?」てなるけどそのドッキリっぽい雰囲気でドッキリというかなんか企画っぽい感じで。うん よきくん例えば下親かとかになんか「ちょっとよき君、うん、今日お願いがあって」ってちょっとここに1億って入れて OK 押してもらえる?」って言ったら「とりあえずやるでしょよき君」まあなんでだよみたいなやばい取りをして干すかなってなりますけど <laughs> <laughs> でも実はそれよき君をこの世から消すための <laughs>。 <laughs> <laughs> うん、入れちゃったからね実はこれ1億年後に行くっていうボタンなんだけどねみたいなって, <laughs> っていうのをシマエカが最後にニヤって笑いながら言ってるのがもう目の前で空間がグニヤーってなってぐにゃってなってるわけわかんないところにさようなら, <laughs> なら岩切君って言われてだからもう遅いからな時すでにそれ動画とかに出てるやつは逆に やっちゃって、いっちゃうかもしんないな、それ。うん。うん。うん。そうか、未来に飛ばすやつだと、もうそういう使い方が最善か。あと、なんかあれじゃないですか、使うやつがあんまり話ちゃんと聞いてなかったみたいな、流れでする。フフうん。いや、まあまあ、なんかし、多分入れてはくれると思うんだよな。<ー>てか、1億じゃなくてもさ、なんか。 何やろうな ?1 万とかでもいいもんな別に。うん 1>、うん1万。1万年に行けばもう俺と会うことはないしな。そう。西暦1万年に、ね。てか何やったらね、西暦、あ、そうか。俺が死ぬまでの時間にわせなあかんのか。<や>その。時間の表記が違ったみたいな。なんか2030とかにしちゃうと、2030年になったらそいつ出てくるから。 うん、<laughs> もう合わないことにならんし多分実,実は秒で金融しなきゃいけないところだったところにした何何実は桁数がちょっと違うみたいな <laughs> 一番端っこ隠しといてみたいな <laughs> 実は2030で入れたつもりが2万3000でしたみたいな2万,2万300でしたみたいなうんでも確かに実際の道具いいかもしれない うん、実在っていうかドラえもんには実際ある道具じゃあどこでもドアあったらどうするどこでもドアあったら俺ジャンジャン使うかもしれないですねまずじゃあ一番最初にヨギリくん寝てました家で<う>起きたらあの,あの見慣れたピンク色の<う>「どこでもドアがありました」ってなったらまずまず何する それ出た先とのドアってどうなんですかもうそれ全くわかんないのよ。もう置かれてんねん、いきなり。バンってあるのバンって。ああ、今日、じゃ例えば今日、仕事休みで、あおはようございます起きたら、バン。バンって、家の中にまずあってもいいよ、ねそれがね。で、こ一回、一回、回り回るわ。一回、回り見えうわ。一回、一周するその場合。そうね、いがそれどこでもドアってのはわかるわけよ。まあまあ、わかるねこれはあれやっていうこんで。 一回でも俺考えながら、うん、一回どううだろう一回地元かな一回地元の風景考えながら、うん、開けるわ。<ー>開けて、うんうん、開けるわあ。で、開けました、うん、じゃあ地元のその風景のところに出ました。ふ、うんうん、<laughs> わーって、はいまあ、それでどうする,うする一回またもう、いやもう一回開けて、覗いて閉めて戻ると思う。うん <laughs> おうおうも,もう出てドアが消えたらどうしようって思うあ<ー> <laughs> う出てもうドアがピュンってなくなっちゃったらおい<う>どうやって帰んねんって財布もないぞみたいになる <laughs> <う>でまあ一回戻りましたはい、うん、でまだあるで<回>ドア全然ドアまだある、うん、そしたらもうでも,もうどうやろう俺一回じゃいろいろ,もいろいろ財布持ってあげるわ財布 <laughs> 財布とスマホ持ってあげる 開けて一回地元帰るわ一回地んや。うん。一回地元帰ってみるわ。ああ。で、地元帰って、なんかいろいろ見て、帰るとこ怖いって。それは最初、どこに出るのもう、人影、人の少ないところ。最初、俺の実家の庭に出るわ。実家の庭っ結構目立つんじゃない最初、俺、実家の庭に出る。あれ、どうしたのって言われるで。いや、今、俺の実家に誰もいないんだって。あ、そうか。 そそそうそうそう、完全に空き家やってたって実家はああでもなんかその壊ないなんか後ろその、置いてきたドアがなんかされるんちゃうかみたいなそりゃもうどうしようもできんてもう、動かせない <laughs> 動かせないやろあんないや、だ,だからていう出てくる場所を調整すればもっとこう見つかりにくい場所に見つかりにくい場所にすることできるんだよえー、そんなあるかなだから実家のそのナヤみたいなところとか ああ、時間ないやんみたいなところね。2ラなのそんなにえんと思うけどな、お兄ちゃんには,は。そういう意味でも庭にしたんだけど。うん,うん。で、出てまじっか行きましたわ。うん、でで、うん、うわぁ、本当に俺来れたんだ。すげえ、どこでもどアホッんだったんだ。本当だったんだ。うん。で 終わりや終わりじゃないでしょ。<laughs> まず <laughs> いや、もう、もう、これたったわ、俺、どこでもドアは。<laughs> いや、そのあとよ、そのあと。<laughs> なんかやることあるか、俺、どこでもドアって言入って。いやー、でも、捨てはせんでしょ、まず。まあ、捨てはせんと思う。<laughs> もう、いろいろ使うと思う。<laughs> なあああんなんだよな, <laughs>、うん、な。何しようかな。うん えー、何やろっかな、そしたら。まず方向性はどうするそのもうなんか例えばもう、うん、自分が今の状態で手に入らんもん、まず手に入れたいってなる。例えば、銀行に銀行に行っても、ガチャって開いて、お金つかみ取りだみたいな。それああ、なるほどね、銀行の金庫の中に入っちゃうってことうん、うん あれやってみたらどうなんだろうね中。中がどうなってるか分かんないからさ、<laughs> うん、なんか、石の中みたいな感じに入っちゃったりしないててん <laughs> あその、それ検証しないとね。うん、だから、ああ、そこへ変なのかなと思ってガチャって開けたら土だ。うん、土で地層が見えたみたいな。でもまあ、あここ土やそ。それだと入れないから、うん、まあ、閉じればもうなんか、解決するんじゃない、うん レミさん今度銀行の地下のところ行ってみようって,言って開けて、なんか地下水みたいな流れてるところで、バカって開けたら、運河がブワー水ブワー流れてきたら、もう終わりですよ。謎の水害が発生しまし謎の水害確かにま閉じれないやろしな、それ。<laughs> だから水のところ開けたら最悪やな。うんもう。いや、なんかリアルに考えるの結構難しいな。だからその出,さ出た先のことを考えてしまう。うん。あ 例えば、なんかさ、例えばどっか移動先で、なんかホテルの部屋とかを取っておいて、うん、そのホテルの部屋先に出るみたいな感じにうん、うん、すると、うん、まあ、あれなんじゃないですか、うん、あの、交通費が。<laughs> 削減でできんじゃないですか <laughs> ホテル代の方が高いやろ多分もう出勤に俺使おうって考えたんですよああ<ー>でも出た先どうしようって思ってマジで俺出勤なんかせんでもそんなもん手に入れたらもう絶対それで生きていけるよ嘘何して生きていく <laughs> どこでもどうでしょうん、あれも基本泥棒になっちゃうんかなああ、うん、泥棒かななんかそれ使って でだって未来予知とかじゃないからい部当てるとか無理やもんなああもうあれか閉店したお店とかに行くのかガチャって <laughs> 閉店したお店に行くのかガチャって,レジ,てレジ開けてレジ,レジ開けてあらで誰も見つけられんもんだって突然男が現れて閉まってたもん誰も見つけられない <laughs> そうなっちゃうなうんうん あとはう、うんうん、確かに夜銀行で夜銀行道具を集めて夜銀行道具集めてガチャって開けたらもう自分の家と、うん、自分の家から工具みたいなのを用意してガーッて開けて、うん、バーッて持ってってガチャって閉めて仕事終わりだからでも開けるの大変そうだなそれ<う>何やろう泥棒にしてもなんかもっと簡単な方法ないんかな <laughs> <laughs> 例えばなんかさ、スーパーの夜閉まってるスーパーにガチャって言って、うん、例えばどん兵衛一個取ってきたらさ、うん、どん兵衛分は解くやん。で、めっちゃ簡単やん。まあまあま、っめっちゃ簡単やと思う。めっちゃ簡単、これみたいな感じでめっちゃ高価なもんが欲しいやん。めっちゃ高価なもの宝飾品とか <laughs> でも簡単に手に入らんか夜。夜ジュエリーショップやん、もうそしたらね。夜ジュエリーショップ。解答やん。<laughs> ルパンやん、やってること。<laughs> <laughs> う<ー>ん <laughs> 意外と難しいのかな簡単に稼ぐの騒ぎにならないようにするとなると、うん、ドアが突然空間にバンって現れるのって、うん、結構リスキーそうだよなそのリスクあるよな <laughs> だからそうでもちょっとどこでもどう意外と考えがやあるなうん タケコプターとか使う物にならんタケコプターは、うん、だってバレちゃうもんねバレるもんな、うん、いや一回俺タケコプターをのプロペラの部分をなんかになんか木とかに固定してつけて回ったらどうなっちゃうのかなって気になるわ体めっちゃギューンって回るんだろうなって思うんだけど一回やってみたいに <laughs> まあなんかガ,ガガガってなって止まるんちゃう, <laughs> う<わ> <laughs> そうだね、タケコプターはちょっとあかんな。だからなんかこれプレゼント交換会みたいな感じでさ、なんかみんなでプレゼント持ち寄ってを、うん、1個開けて、秘密道具、実は全部秘密道具入ってまーすっていうドッキリやったとしたら、うん、で、岩切り君パカッて開けてみて、タケコプターやったらめ,めっちゃがっかり <laughs> でし<つ>ょ。めっちゃがっかりでしょ。なんで周りはどこでもドアとかだって。なんでって。まあ、使えへんやん、これって。<laughs> 地下鉄とかやったらいけんかな。まあ、そういう地下鉄乗りゃいいもんな。うん、<laughs> よく、そう、騒ぎなるで、そんな、騒ぎになるっても、もうそんなもう、うん、ねえ、うん、タケコプターで飛んでる人がいるって。<laughs> <laughs> やばすぎるよな<笑>、うん。笑っちゃうと思う。ね、俺、レミさんがタケコプターで空を待ってたら俺、笑っちゃうと思う。<笑><笑>ツイッターでめっちゃ共有されるんのやろうな、うん、動画。うん。今もツイッターですぐだもん。<laughs> タケコプターはちょっと使えんな うんまあちょっと家の中でね歩くのだるい時に使うとかぐらいかでもスモールライトビッグライトはあれやばいでしょあれはやばいねスモールライトビッグライトはね、うん、食べ物買ってきて、うん、でっかくして食ってたら永遠に食えるやんああいやもうそうねもう逆にちっちゃくなって食ってみたいのもあるちっちゃくなるの食わないでもう 自分がちっちゃくなって、うん、もう潜り込んで食べたいわあでもちっちゃくなってる隙に泥棒入ってきてなんだこのライトとかなったら、うん、っていうリスクも一瞬ちょっとだけあるやんあるあるあるちっちゃいなの怖いね <laughs> ちょっと怖いでしょゴキブリが横におったらもう猛獣みたいになってるでたん <laughs> うん ビッグライトスモールライトはもうあれはキラーコンテンツあれやばいよビッグライトは、うん、どうなんだろうな確かにもうさ例えばさ、はい、なんかもうちょっとしたもうん、ちょっとしたもの買って食べ物買ってもさビッグライトあったらもう、うん、ラーメンとかもうめっちゃ太麺の、うん、でっかい <laughs> <laughs> でっかいでっかいカップラーメンとかになる、うん、カップラーメンもそうそうだねもうもう でもラーメン太麺になるにとどまらずささらに食おうと思ったらさそれをさらにでかくしてとかになってくるから何、うん、ていうも最終的にはもう,こう板みたいなやつを食ってることになる <laughs> 最終的にはもうそうだね板<板>まな板まな板みたいな麺のラーメンを食うことになる <laughs> 削り取りながら食ってるみたいな感じになるんじゃん <laughs>、うん、そうやなまあ金買ってきてでかくして一部切り取って、うん 売りに行くとかかですねねああそうだ無限に金取れるやん金って売れんのかな金だってツタやとかでも買い取りしてるであれなんか知らぬナンバーみたいなのがついてないと大丈夫かな大丈夫でしょなんか例えばんか今だったらねちっちゃい金とかだったらさもうな5000円ぐらいで買ってそれを付け止めに置いてでピカッてあったらミュ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 って金がブワーってかってうわうわうわ <laughs> <laughs> ああでもなんかさ買ってきて、うん、で倍ぐらいの大きさにして売ればいいんじゃない、うん、ああもうその相場がおかしくない怪しまれない程度の大きさにしてるそうそう,そうしかもなんかその形もちゃんとしてるやん証明書みたいなのがついてて、うん、んその形のままちょっとだけ大きくして売るみたいなやったら小銭に稼げるよね もう俺、もう本当に豪快にでかくして売ることしか考えてなかった。<laughs> もう金,金貨をフリスビーぐらいの大きさにして <laughs>、<laughs> <laughs> 持ってこってくれしか考えてなかった <laughs>。それやとね、なんか変な感じになるもんな。<laughs> なんでこんな、全然ちゃうやん、みたいな。<laughs> 証明書と全然大きさ、きさ違うやん <laughs>。そうなるもんな。確かに。それ、ビッグライトはもう全然鉄板やな。うん。 うん、着ていけるわい、うん。いろんな楽しみ方ができる <laughs> ビックライドは。うん。一番欲しいのはあらかじめ日記やけどな。あらかじめ日記は無敵だな。<敵>俺考え考えちゃうもんなもうたまに。おお<う>、うん。なんかこもう学生の頃とかその,その初めてした時おこれすげえて思って。ああ<う>。うん。<の><も>誰々が誰々に誰々で誰々でっていうところを穴埋めすればその通りのことが起こるっていう。うん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 。 うん、でも俺まず一番最初にレヴィンはあらかじめ日記がなくてもあらかじめ日記のようなことができる能力を手に入れたってまず書く能力を与えることと <laughs> そう自分にそのあらかじめ日記がないとやばいっていう状態にすから脱却するまずあ<ー>もう俺が思えば何でもできるっていう状態にする<そう> <laughs> もう現実を改変できる能力はあそうもうだからあの何ていうの願い事を3つって言って願い事を無限に増やしてくださいみたいなやつを最初にするみたいなうんまずやるわそれがねなんかね,、うん、んかねあの漫画では何、うん、だったっけなその <laughs> あらかじめ日記で、うん、のび太くんはもう家族を何回も家族旅行に連れて、うん、家族がもうめっちゃ疲れ果てたとうん うん、自分にとってなんか有用なさ有益な感じにする、うん、できても、うん、なんか周りそれがなんか周りにとっては望まぬ出来事になんちゃうみたいな感じうんうんうん <coughs> うんちょっとあらかじめ日記はチートすぎるなもう破滅との表裏一体なんですよ <laughs> チートアイテムはそうですね <laughs> <laughs> そうですね、ちょっうん、そうだな。もしさ、でもこれもね、たまによく考えることやねんけど、うん、もう自分一人の力で、うん、もう世界中の軍事力を超えてたとしたら、何するかな <laughs> <laughs> あ超人だったら、悟空だったらってことか、悟空みたいなのん。超人だったら、うんうん、超人だったら何するかな ま、なんか一個後先考えずにやってみたいのは俺パーンともう空飛んで悟空みたいにこう、うん、で、うん、うわって渋谷の上空とかに出てきて、うん、でお前らほんまふざけとろよなみたいなことを言って <laughs> なんか国会議事堂今から15分後に爆破しますみたいなやりたいことやって,やってことやって国会議事堂からまず全員逃がして。うん で、どう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 ってやって、俺の力を見せつけるわけよ、まず。うん、で、お前らほんま頼んどるわ、って言って。<laughs> 説教、説教、記者会見やるよね、まず。<laughs> 一回、誰もいなくなった国会児童から、ま現れるじゃないですか。現れたら、車が、ばーって来て、パシャパシャパシャって、お前ら、ほんのたるんどるわ。いや、俺はもう、お前ら、その気になれば、わしなら5秒で全員殺せるがのみたいな、ゼロみたいなこと言って、で、それされたくなかったら、お前ら、真面目にやれ、みたいな感じで、なんかこう、あの、ご、なんていうのあの、ちょっと世の中をよくするわ。 いや魔,王魔王にはね魔王に魔王魔王の方や <laughs> そうそう、ね、なんかちょっとこうツイッターとかめっちゃ見てるわけよ俺も <laughs> そのカメラとアドたらツイッターめっちゃ見てツイッター見て、ね、ふざけたやつおったら、うん、おいちょっとこいつふざけとるぞ、はい特定しろって言って <laughs> でもうすプロバイダーとかにもう全部協力させるわけよでプロバイダーが開示しないとか言ったら俺が ん、うん、このプロバイダー破壊とか言ってドウド,ドドンって、うん、<laughs> だったらもうなんか思うままになるやん俺の <laughs>、うん、えこのふざけたこと言ったやつこいつは苦しみを与えるって言って、ね、苦しんでる様を全国中継させてこうなりたくなかったらもっといい,い,いことをしろみたいな <laughs> <laughs> 必要悪みたいな悪さをする、うん、っていうのをやってみるやってみたいな ああ自、うん、自由自在にするわけそう面白そうじゃない割と確かにそうだけどな、ね、最初は多分武力との衝突になると思うよねその、うん、なんかもうめちゃくちゃしてるから俺がその、うん、多分最初はいろんな来るよもう自衛隊とかが来るよ、うん、家にでそれはもうや,や,やれるよ俺はもレヴィンさんちに来るよ多分自衛隊とか <laughs> 戦車取るよ家の前 <laughs> <laughs> でも俺は全部それを選別できるのよ 無駄やねんってって言って。無駄やねんってって言って。無駄やねんってって車をキャするんでしょ <laughs> 全然聞かんねんってもう。どんぐらいやったら分かるかなとか言って。<laughs> <laughs> まあまあじゃあお前らが納得するまでやってみって言って。俺 <laughs> らはダメやったやろでなんか俺の。 地元というか、俺の来歴を多分掘り始める奴がおると思うよ、それで。うん,うん。その、あいつは何者なんだ、みたいな。それやってる奴も俺は全部知れるわけよ。もう、ピピピピ,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 ピってこう、あの、思いを巡らせればもう、それで。思考 <laughs> <laughs> を巡らせ思考を巡らそれはちょっと違うな。<laughs> 武力を持ってるだけやもんな、俺は。うん、武力を持ってるだけやから、俺の、あの、隠れてこそこそしとったら全員皆殺しやからな、みたいな。うん。と言って、 うん、でまあなんかまああんま俺のこと探ったりすんなよみたいなうんでもう <laughs> ちょっとふざけたやつおったら全員やるからみたいな、うん、感じのやつがこの世にいたとしたらうん、なんかどういう世の中にいないんねやろうなもうなんかちょっとキム・ジョンイルみたいなた <laughs> キム・ジョンイルどころじゃないよな、うん、でもなんか俺国外にもめっちゃ、うん、あの口出す <laughs> <laughs> トランプ、お前は負けたんやろって <laughs> トランプ、お前は負けたなから認めろってああでもツイッター停止されたからってでもツイッターも凍結は解除してあげてって言うと <laughs> そ,れ、うん、それはちょっとフェアじゃないって。 すぐ戻るやろなそしたら <laughs> ツイッターもうすぐ戻すだろうな <laughs> 横に公式マークつ,くりついてる <laughs> <laughs> ん <coughs> あでもこれ一回動画にしてみようかななんか俺がもし武力、うん、もう絶対負けない武力を手に入れたらみたいな長編になるなこれでも <laughs> <laughs> いろいろやりたいことあるでうん <coughs> <coughs> なるほどね。うん、完全な武力を手にしてしまったらね。うん。こうっちゃうんだろうな。結構ね、考えがあると思うよな。おうおうおいろいろシミュレーション。まあ、でもな、なんかいる、もう結構でも世の中の人多分不幸になるやろな。うん。うん。わけのわからん俺の紫三寸で死ぬかもしれんみたいなことやし。<laughs> ちょっともうここ国ごと破かんわって言って国潰すとかもあり得るからな。 ちょっと誤った選択をしてしまうかもしれないから <laughs> 1>, 1人だからこそそうねで武力だけやったら俺別にぜ神になったわけじゃないから<う>戻すとかできひんからな1回通したやつをあれはちょっと間違いやったわみたいな <laughs> やっぱやめやみたいなでももう <laughs> <laughs> 間違いやったけど、うん、ごめんごめんとしか言えへんみたいな <laughs> <laughs> ああ,あれ嘘みたいになっちゃう <laughs> でもアンチがアンチが生まれそうやけどアンチは生まれたらすぐもうせ滅,滅しちゃうから <laughs> 何があっても俺のアンチだけは許さんからって言って <laughs> そうこういうのばっかり考えてるんですよ最近だね圧倒的な武力が手に入ったらね <laughs> 武力手に入ったらちょっと長編になりすぎるけど、うん、ドラえもんの道具シリーズみたいなのはねそうね、うん、やりたいんやけどでもリアルに考えたらまずだって岩切り君もねどこでもドア与えたらまず実家に行ってとかいうたるいこと言ってたから <laughs> <laughs> そんな動画にしてたらちょっとあの一回た一回試すもん一回どこまで一回近くまで行けるのかなって試すもんでもね多分まあでも試すくだりは入れてもいいんかな わあ本当にいけたーみたいな感じになって、うん、そこから気が大きくなっちゃってうんうんうん、うん、で銀行の流れもやるんやろな多分、うん、銀行の流れやったら監視カメラにばっちり映ってみたいな、うん、突然突然男が現れたみたいな感じのが監視カメラに映って、うん、でもオチとしてはさその、うんうん、あああみたいな感じが妥当やと思うんんけどうん みなんか水のところ開けちゃって水が流れ込んできてみたいなやつはちょっと思んないもんな。閉め、うん、れなくなっちゃったよとか。うん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 。ああああ <laughs> それがあれじゃないですか。うん、もうなんかその、もう前話前話で完全にリセットされた状態で始まるあ。それはそうそうそう。うん、作りにして、うんあの。話によっては進行を死なせてもいいんじゃないですか。うん,うん。思ったんやけどさ。 うん、どこでもドアを横にしてさ、うん、開けるやん、うん、で出てくる先をちょっと上にしてさ、うん、でどこでもドアに飛び込んだらさ上に出てくるやんで無限に落ちちゃうんじゃん落ち,落ち続けるよそんなことしたらループですもんループ。 重力加速度はずっとかかってるわけやから俺高速に近くなるんじゃん多かヒュンヒュンヒュンがヒュンヒュンヒュンュンってもう最後多分ピーンになってもう多分おかしなことが起こると思う無限のエネルギーが発生して爆発すると思う衝撃波みたいなのが起こるそれはちょっと落ちしたら面白いかも助けてでヒュンでそのまま バーって終わったら、俺は面白いと思う。<laughs> 確かにな、なんかどこでもの間違えて倒しちゃって。うん。なんか、相手、どこでもいけるや、オラオラって悪いさせたら、パタンって倒して、<laughs> お落ちるヒュー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  <laughs> <laughs> で、衝撃波が起きて、地球が破壊されるみたいな。<laughs> だって、無限のエネルギーマジですら、永久期間やん。 うん、もう永久に落ち続けた結果無限のエネルギーが発生して地球は終わったって感じです <laughs> <laughs> そうだよなだって位置エネルギーが回復してるわけやからマジでエネルギー無限に出てくるよなあ <laughs> あ <laughs> <laughs> それは面白いなそれにしようかなオチ、うん、<家>面白そうそれは <laughs> <laughs> 最初はなんか可愛く、あのー、風呂覗いたりとかしてたのに <laughs> 最終的には一エネルギーを無限にしてしまったよ。意外となんかさ、ねえうん、例えばなんか入って抜けた頃には一回死んでるんだよみたいな感じもあるけど、まあでもなんかそれはもう、うんうん、それはもう聞いたしみたいな感じだ <laughs> そうね、うん。無限のエネルギー説は結構面白い。<laughs> 永久期間ここにありみたいな。 それいいな。まあ、アホみたいで面白いしな。<laughs> うん、いやー、そうですね。いやー、ゆうきさん、最近の生活はどうですか最近の生活はですねー。うん。前に通したのって12月ぐらいでしたっけそうですね。ああ、でも年末年始とかは、うん、休みが、あの、27ぐらいから休みで。うん。 二十七だっけな、そう、二十七ぐらいから休みで、で。つい先週。<laughs> うん。五日、五日か、五日ぐらいに。仕事がはじ、ま、先週じゃないか。ま五日ぐらいに、あの、仕事が始まったんですよ。はい。でも、年末年始、ろっくなことしなかった気がすんな、もう、なんか、本当に。寝て、起きて、昼過ぎに起きて。うん。 でもうなんかダラダラしてみたいな感じでもう何もろくな生活しなかった気がする <laughs> 年末年始はなんかガキスカみたいな、うん、ガキスカ見て、うん、でぼーっとしてたら6時になってて、うん、朝になっててああ朝や寝ようって言って寝て、うん、で仕事始めはマジでもう退内時が完全に狂って,て、うん、何も手につかなかった前やった仕事全部忘れてて <laughs> ああこれはやられたわー <laughs> まあそうですね俺も29からもう4から仕事でしたから俺全然なんか6日間ぐらいしかなかったもん土日挟んでうん、うん、挟んでっていうか土日でフィニッシュでしたよねうん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 だから何も俺も何もなかったっすよもうゲームちょっとやってたぐらいですねいやほんとになだってもうあの、うん、<laughs> スーパーとかも3月に全然やってなかったから、うん、俺あれでしたもんその1月1月一日に スキヤ行きましたあ俺正月はね、雑煮作って、ゾ雑煮だけ食べてましたわ、1 2,、2、3と。餅を佐藤の切り餅の,あのパック1キロのやつ買って、うんそれを味噌汁に入れて食べるっていうのを3日間繰り返してましたね。雑煮とか作ったことないな、失敗して。なんか人参、人参ちっちゃいの4本と、 うん、大根でかいの丸々一本を具にしてやったら味噌汁が3リットルぐらいできて、うん、もっとかな4リットルぐらいな四リットルぐらい野菜をいっぱい入れるからその分も量が増えてそう,そうそうそうでそれになんか一杯ごとに餅を一個入れて食べてたらちょうどなくなったいいなそれは、うん、もう雑煮でもうあれだからな完成してるからな、うんまあ、雑煮っていってもう,うちの雑煮はあの味噌汁なんですよ うん、お味噌汁で具が大根と人参っていう味噌汁なんですようちはだったんでそれに習って俺もそうしたらもうパクパク食べれましたねああ<ー> <laughs> いいなお雑煮なお、うん、雑煮和風だしとかで作ろうかなああなんかあれなんですよねあのー、透明なんですよね関西以外の人とかそうそうそう地元のお雑煮とかはもう全然もう透明でうんあ 九州鹿児島でしたっけそうそうそう,そ,うそこはそうなんや。じゃあ関西だけなんやあれ。関西はお雑煮が味噌汁なんですかって聞きますよ。うん。うちだけの可能性もあるけど。はい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 。確か関西はそうやっていう白味その味噌汁。うーん。らしいよ。まあ俺は合わせ味噌で作りましたけど。なんかでも確かにその。 <laughs> 地域とかによっての味付けの違いとかは結構あると思うんですよ。九州って何でも甘くするんですよで。醤油も甘いんですよ。九州の醤油は。え,ー、えお寿司とかでもお寿司とかの醤油もなんか刺身醤油って言ってちょっと甘いんです。うん、甘い醤油なんですよ。うん、で最初、で自分でもうさ刺身以外の醤油も全部甘くて、うん、でポン酢も甘いんですよ。うんうん、で 最初、その地元から俺就職するときに埼玉に来て、うん、埼玉でまあ自炊しなきゃなと思って、いろいろ醤油とか、ポンとかいろいろよく使う調味料を買って、うん、使うときに、醤油俺最初腐ってるんかと思いましたもん。うん、<laughs> 何これ全然ダメやんと思って。<ー>でもこういうもんだって。卵焼きとかも,もうめちゃくちゃに甘くするんです。あ甘い卵焼きか。うん、もう砂糖をもうドカーンって入れるんですよ。はあ。 それみんな太らなないいのいやそんなに太ってるかってんあんまり変わらないですね。うんなんでそんな甘くすんだ、うん、なんかあれか,あ<ー>なか天才とか天才じゃねえななんかサトウキビとか取れるからか。 ああ、多分そうかもしれないですね。砂糖が取れてきてっていうのがあるかもしれないもう関東とか、うん、その辺、東北あたりはなんか塩味が濃いイメージはあるけど。砂糖とにかく使わなきゃみたいな感じじゃんかな <laughs> 消費しなきゃっていう感じなんですかね。<laughs> そんなことないでしょ、別に。うん、でも本当に何でも甘くしてゃなって。うん、あ、あの、レミさん鍋とかみんなでなんか集まってやった時とか、うん、鍋の締めに麺とか、 入れてましたううんんでもでも地元だと全然入れないんですよもう鍋を置かずにご飯食うんですよみんなで埼玉に来た時になんかみんなでなんかその鍋食った時にあれご飯はって俺ずっと思ってたんですは。ご飯出てこないからあれご飯はその後食わんのかと思ってたんですけどその後に麺入れて「え何それ?」って「締めの麺だよ知らないの?」って言って。 お締めに麺も入れるっていうことを全然知らなかったんですよあれでも俺全然普通にご飯も食うけどなおかずにご飯食べて、うん、で締めにも麺入れる、うん、そう両方ま <laughs> あでもそれがいいんですけどね両方やっちゃうよ俺うん、うん、いいやんな別に、うん、<laughs> すき焼きでうどん入れるのめちゃくちゃ好きや俺ああ<ー>、うん、俺すき焼きもマジでその地元で食ってから食べてないですねおー すき焼きたまに自分でやりますよ、うん、そのホットクックやったらもう煮るやつがなんだったら何でもできるから牛肉買ってきてもうなんでしょうね白菜とネギだけでもう全然いけますねいいなすき焼きすき焼きやりたいな、うん、すき焼きの素買ってきてそれをドボドボドボって入れて <laughs> <laughs> まあとは煮込めばできますもんねうん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 めちゃくちゃうまい食いたくなってきたうんすき焼き食べたいっすね明日食おうかな いいことだ、うん。野菜も食えるしな。最近鍋は結構やりますね。ああ、一人鍋。そう、一人鍋。いろいろ適当に具材買って。何ですか、鍋の出汁は,は。こないだは、こないだは昆布出汁で、うん、ああ、いいですね。で、具材適当に入れて、うん、なんかポン酢につけて食べましたね。うん、うん、水炊きみたいな感じで、うん。ポン酢か、ポン酢につけて食うやつ俺結構苦手で。へえー。 なんかポン酢の味やん全部ああそうですよまあでも鍋ってそういうもんか <laughs> 鍋ってそういうもんだよなうんでもあの、うん、あとはなんだろうああとはなんか他には適当になんかその,、うん、その鍋の出しみたいなの買って、うん、それ鍋にザーって入れてうんうんうんてんべるうん。うんうんうん なんか袋に入ってるようなやつうんうん、うん、ま袋に入ってるっていうのは具材がいやいやあのもうそのスープがもう袋にああパ,パウチ状みたいなやつ,やつそう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 ,そうああやりますねあれうん,うんあれ結構好きなんですよねだからこの間はキムチ鍋もやってうん、うん、豆腐とかもニラとかバーって入れてうん、うん、いいっすね鍋だともう洗い物が少なくて済むからそうっすね確かに 鍋いいなこの時期も時期やし、うん、今もなんかめちゃくちゃ寒いらしいやんいや今めっちゃ寒いっすよ<ー> <coughs> なんかもう本当に会社でも換気とかしてて、うん、んでもう換気するためにもうめっちゃ空気冷えるから、うん、もうこうううってなりううもう肩をいいってなりながらもうコーディングしてる<ー> <laughs> いやほんまっすよね俺も王将い 言ってましたけど、王将もずっと開けっぱなしやからめちゃくちゃ寒くて。う,んうん、うん。困りますね、あれ。そうか、鍋ね。そうですね。いいっすね、鍋。<laughs> 鍋結構、うん、本当に適当に,や適当にやれて、いろんな味ができるから。うんうん、ああ。 みぞれ鍋っていうのがあるんですよ。知ってます大根おろし。そうそう、全部大根おろし。めちゃくちゃいいな。そうでも大根おろすのめっちゃ大変なんですけど、ああ<ー>みぞれ鍋も結構おすすめですよ。なるほどね。大根おろしいいな。そう,そうそうそう。それでも水、それを流し込むのは何のだしなんもうなんかそのだしは何だろう。普通に昆布とか。あなんか本だしとかでもいい。 んしかーんそう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 そ,うそ,う、えー、それにもう大根おろしをもうアホみたいに入れてってこと最初だから、あのー、具材とかを切るけど、はい、その鍋には大根おろしの大根おろしそう大根おろしでいっぱいにするのよ、うんうん、で大根おろしをいっぱいにしたら、うん、鍋の具材とかをその鍋の中の大根おろしに埋める感じにしていく、うん、へえそんなに入れるんだ具材を生き埋めにするんですよ <laughs> <laughs> で,あんで火つけたらその大根おろしがもうその火が通って、うん、すごい甘みが出てくる大根の甘みが出てきて、うん、野菜の出汁も出てきてそれにまあ本出し入れてちょっと味付けして食べる、うん、あもうじゃあほぼ大根おろしなんやそうそう,そう,そうほぼ大根ででお好みでなんか醤油とかポン酢とかつけて食べて食べても美味しいよっていう感じへえそれはすごいなえやったことあるんですか みぞれ鍋は一回やったことありますけど、うん、まあその,なその大根をおろすのがすげえ大変なんですよ、うん、やっぱり、うん、まあでもやっぱりやるだけはありますよおいしいですよ大根の質にもよりそうだなそれああ、うん、辛い辛いのと甘いのとかあるやん大根って <laughs> まあまあでも火が通ったらまあそんなですよそんなに辛くないです<ー>結局混ざるしうんそんなもんか うん,うん,、うん、うん確かに大根おろしはすげえうまいもんなうん、うん、なんかみぞれ豚汁とかあるやんう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 んああいうの憧れちゃうね <laughs> いいですねうん、うん、<laughs> 俺豚汁好きなんですよああ 豚汁好きでよくスきヤに行ったら、うん、<の>はいはいはい豚汁絶対頼むんですよ豚汁サラダセットみたいなの頼んで食べるんですよはいはいはいいやスきヤの豚汁めちゃくちゃうまいんです、うん、でも家で豚汁作るとなんか違うなっていう味がしてそうねなんかそうね、うん、豚汁ね豚汁最近スきヤで思い出したけどスキ、うん、うきヤさああ余く君スきヤ好きなんやっけ 好きですよなんかカレー最近食ったんやけど、うん、すげえ変わってないカレーカレーは変わりましたよでもカレーが変わでも随分前ぐらいですよねカレー変わったのってずいぶん前か今サラサラなんじゃないでしたっけああ元はなんかねいっぱい具がゴロゴロしててめちゃくちゃいいやんと思ってたんやけど、うん、そう元々は具がいっぱい入ったなんかドロドロ系のカレーだったんですけど、うん、新カレーっていうのに変わって、うん、なんかあのサラサラ系のコッコイチみたいなサラサラ系のカレーになったのっ しかも具が全然入ってないっていうああだから俺はもうそれからもうカレーは食べなくなっちゃったうんですよ,うんですよね、うん、やっぱあれ再三取れへんってことなのかなああそうかもしれないですねお前のやつめちゃくちゃいいやんこれと思ってうん、なんでも具がゴロゴロ入ってドロドロしてるカレーって、うん、なかなかねチェーン店でなかなかない、うん、かようやってたなって感じなんですけど <laughs> とうとう値を上げてしまったか <laughs> そうなんですよね いやもうあんだからあんまり外でカレー食べないですね。家ではよく作るけど。うん、ああ。ここ一行きまくってますね、俺。ああ、無理ですかただここ一でトッピングしまくってやれるんでめちゃくちゃ高いです。うーん。ここ一はあれですね。この不況でも値下げはせずにやってますからね。うん。ここ一行ったら俺2000円とか言うもん。<laughs> うん、とんかつカレー。ココとんかつに。 野菜とキノコとカキフライとかああバンバン割れたもんデラックスカレーだでシーザーサラダ半熟卵とかつけてええもうご飯の量とか入ってますはさすがに普通ですねで辛さは普通にしといてあのびからスパイスを山ほどかけるああはい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 いいなそれはちょっとうん めちゃくちゃカレーソースで揚げ物食ってる感じになるなそれは。そうですね。<laughs> そういうことですね。はい。うん、なんかでもココイチのカラスとかは特に決めてないですか。じゃあまあ俺五からぐらいがいいんですよね。うん。五からぐらいがいいんだけどなんか飛びからスパイスでええやんってなってる毎回。ああああ。ああああもう普通にして飛びからをいっぱいかけるっていう方向にしてますわ。一回俺十から食べたんですよ。うん。 10辛だとなんかもうスパイスいっぱい入れてるからかわかんないですけど、うん、とろみがすごいんですよ。お<ー>カレー感としては完璧です、うん、10辛。うん。まあめちゃくちゃ辛いですけど。うん。うんうんうん。れぐらいの質感のカレーを求めてるんだよっていううん。そうですね、10辛俺も一回食ったことあるかな。うんうん、うん、うん。辛さはギリ食えるかなぐらいですねううんうんうん。 ギリ戦いになるからさんですよ、初期からは、うん。そうですね。<laughs> でも楽しみはしないんですよね。なんか挑戦してる感がすごくて、うん。そうですね、チャレンジメニューになっちゃいますね。うん、だから5からぐらいが俺、ちょうどいいですね。うんうん、楽しめる適正値。今度はあのパリパリチキンカレーにしてくださいよ。パリパリチキンの。ああ、パリパリチキンか。いや、もうカツがうますぎてね。ああ<ー>、こいチのカツカレーのカツうまいですもんね。うん 妙にうまいんですよ。なんか、芳醇ソースとかいうのもうまいんですよ。ついてくるんですけど。ダバダバかけてますわ、芳醇ソース。いいですね。ここ市ね。もうここ市も俺のレギュラーメニューの一つですから。ああ、レビューさん、日のやカレー行ってみてほしいんですよ。日のやカレーそう、日のや。なんやそれ。日のやカレーって緑の、うん、あの、 看ひの,のやカレーってのがあって、はい、でそこのカレーはなんかちょっとなんかそのすごいちょ,ちょっとだけ辛いんですけど、はい、でもなんかその煮込んだ野菜の味とかがすごいしっかりしてるんですもうそれは美味しそういやーそのでもうなんか俺はそのカレー作るのすごいカレー作ったりするのも好きだし、うん、まあそうでカレー食べることもあるんですけど、はい、もうひのやカレーはもう俺の中でも今ダントツなんですよ <laughs> のなんか辛いけど野菜とかいろいろな甘みがしっかりしてるうんでなんか都内とかにもちょくちょくあるらしいんですよね今調べてますが日暮里周辺にはねえな上野か、うんまあ、機械があったら全然いいんですけどあっ御徒町にありますねああ御徒ああ町ならいけますね そう俺そこのカツカレー系がね本当に好きなんですよねおこんなところにあったのかもっと早く知っていれば、うん、お前マや日野やカレーおかちまちてんいや日野屋は本当に俺も考えるだけで食べたくなりましたもん、ね、名物カツカレーって書いてるそうなんかカツカレーはどちらかというとちょっと薄めなんですよ、うん、ちょっと薄めだけど、うん、もうパリッパリになってるんですもう

いやーだから仕事帰りとかに途中で駅よりて食べようかなって思う時もあるぐらいで、うんうん、ああウーバーやってない残念 <laughs> あら <laughs> まあら今度行った時こうぜひ<非>そうバクテイも俺は食いましたからねちゃんと食い物の約束を守る <laughs> 天一も行ってみようかかななまあ、天一もなんか機会があれば行ってみたらどうですか、うん、忘れてるからな俺は割と好きでしたよ、うん、なんか王将に、うん、地元の王将に行ったことがあって最近その地元1回帰った時になぜか王将にまた行くことになって俺普段普段めっちゃ行ってんのになとか言い, <laughs> 言いながら <laughs> 地元帰っても王将でそうしゃクなく、まあ、近くにそれしかなかったんで行ったんですけどはい その時になんか何やったっけなこってりラーメンみたいなのがあって、えー、こ,れこれ西日暮里の王将にないなと思って頼んでみたら多分天一みたいな感じやったんですよ <laughs>、うん、なんか変な感じでなんか最初はうわーなんか嫌な感じだなと思ったんやけどなんか食ってみるとまあ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 って感じで食えたんですよ これでも、こう、天一をこういう、天一の偽物みたいなやつをこうやって食えるんだったら、うん。天一の本物も今では美味しく食えるんかもなぁっていう、はいはいはい。はい予感がしたんですよ、その時に。うん。天一も行ってみようかな。ゃあ、いいと思いますよ。うん。天一はちなみにどこにあるんだ天一結構あちこちありますよね。うん。天下一品。 でも指示が結構されてんだな。うん、なんこんなもん一瞬でなくなるだろうって思ってたんですけど <laughs> こんなおいしな,こんないもんって。ってたら全然残ってるんで。あ、上のアメリカにあるんだ。上の何でもあるな。上の何でもありますよね。んか結構、このご時しでも上のやっぱ人いますもんね。ああ。 最初、なんかその、緊急事態宣言が出たときは、マジでいなかったみたいですけど、うん、最近はまだちょっといるみたいです。最近あ、でも、今回最近っつってもあれですけど、うん、言ったのは先週ぐらいですけど、<ー>でも今回のでまた結構人減ったんじゃないですか。ああ、今がチャンスか。怒られるやつやけど。怒られるやつやけど。緊急事態宣言ね。 出ましたよねそうですねうんなんか正直意味あるんかって感じありますけどねちょっとあれじゃないですか緩めの決まりじゃないですか特に休校とかはない <laughs> そうだよなで成人式もやるって <laughs> 新宿区はやるって言ってましたよねああなんか成人式はもうそ,そらもう大騒ぎでしょ <laughs> 成人式は大丈夫なのかな は若者だから大丈夫っていう考えなんなで,でも最近はなんか若者も死んでるらしいですよ結構 <laughs>、うん、まあかかってるのも結構いっぱいいますからね、うん、重症者もそれなりにいるみたいですしし,しかももう俺,俺は若者の区分でもないやろしな36ですからもう <laughs> 岩切君とかは一番どうなんだっていう、まあ、まあどうなのかなって感じじゃないですか <laughs> グレーゾーンですよね 1グレードですよ一か8かのかったら。<laughs> 1か8かかったら1か8かの。でもなんか33歳とかの人がなんかツイッターで今日見たのが、はい、33歳の人がなんか別に平気そうやってんやけど陽性が出て <laughs> まあ自宅でちょっと要領するかって思ってたら死んだみたいなすぐ。え怖、ー、みたいなことを聞いて。 ねえ、怖いね、うんうん、あの議員の人も最近亡くなったでしょはい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 あの人もなんか病院に向かってる最中に企業代が急変してとかでしょう、うん,うーんだからなんか元気やったのに直角校で死んでいくみたいなパターンありますよねいやー本当ですよねまあでもかといってね <coughs> なんか何したらいいんだって感じはありますけど まあでもなんか学校とかでも怒ったりするわけですし、うん、意外とそそのの意外とその長く過ごしたら簡単にかかっちゃうから、うんうん、まあでも出たりしたらもうかかっちゃうのかな今通勤で電車使ってるけど結構怖いんですよね、うん、ですよね、うん、だから電車が大丈夫っていうのは謎すぎません 多分電車大丈夫じゃないですよ、あんな大丈夫じゃないよ、ね。<laughs> 多分電車が大丈夫、電車がやばいっていう風になったら、うん、多分もう、電車は止められないから、うん、電車止めたら、もう、いろいろ他のところにも影響が出て終わっちゃうから、電車はちょっと出せないんじゃないですか。うん、だから俺結構、正直なんかもう遊んでるだけだと思ってんすよ、俺。あのー、うん、もうコロナ対策って言ってるやつ。<laughs> 全部。遊びだと思ってんすけど、<laughs> ほんまに。 だって、中途半端すぎん、うん、なんかその、電車とかバリバリ、あんなんが一番止めなあかんやつや <laughs>、うん。電車窓開けてるけど、もうそんなんって感じですもんね。そんなんって感じ。それがいいんやったら、他のやつだいぶいいやん。何もかもよくないってなるやん。そうですよ。ね。でも電車のあの距離だったら、もうマスクしてても意味ないしな。だ、うん、し、なんかもう、ほ、うんま飲食店のあのついたてとかも,も、な ああ、意味ないですあれ飲食店のついたては。<laughs> 動くし。ああ、れも、あれもなんかその、ラーメン屋とか行ったりすると、うん、ついたてが、左右の人たちが、ついたてをこっちに押してきて、左右のついたてが俺に迫ってくる <laughs> そうなんだよで。俺はもう、それも肩を狭くして、食ってて、もうーみたいになってて、うん。時々店員が修正に来るねその時々店員が修正に来るん、ね、<laughs> ほんまな、あんな遊びやん、なんか。 やってることあのねあの、なんかフェイスシールドみたいなんでやってるやん、YouTuber とかテレビの人とか。や,やってますね。あれも意味大事でしょ。あれ, <laughs> あれはやりましたっていう、ね、やりました,ましたっていうことになってるだけでしょ、あれ。うん、なんか遊びでやってる感じがするんですよね、すげえ。うん、あのこの動画はコロナウイルこれの動画は緊急事態宣言以前に撮影したものですっていうのはね、マジで本当かどうか分かんないですからね。う なんか全部そういうことにしたらよくないですか,なんか ?2019 年以前に全部撮影してましたみたいな <laughs> <laughs> 実は全部してましたってこれを見越して大量のストックがあったんですって <laughs> 取り溜めを今回は使わせてもらえたことありました <laughs> <laughs> それいいよないほんまなんかね <laughs> 無理ですよそんな、うん、生活にも 人と会うなんてことは密着してるわけですから。ですね。うん。ああ、なんかいつまで続くんすかね、ほんまこれ。いやーなんか去年とかは、うん、来年には終わるやろうみたいな感じでしたけどね。うん。いや、なんかもう遊びでやんのをやめようぜってならへんのかな。なんか。もう、うん、もう完全か、かまあい,い。 完全にもう限界体制で一回もう捨て身でやろうぜっていうと、うんうん、それやるかもう受け入れていくか <laughs> しゃあないしゃあないっつってエンディング A かエンディング B ですそれは <laughs> A か B の動機 <laughs> <laughs> エンドしてしまうわけですね両方エンド A かエンド B です それか、地給外に行くかのエンドシーンす <laughs> <laughs> そうですね。まあ、バッドエンド A とバッドエンド B とバッドエンド C ですね、それ。<laughs> トゥルーエンドはどこにあるんだろうな。でも、トゥルーエンドって必ずしも幸せなエンドじゃないからな。そうまとまりがついたという意味ですからね。うん。あったな、昔もエロゲでとかやってた時に。 うん、こう攻略サイトとかにいろんなエンドの名前書いてある、うん、バッドエンド12345とグッドエンドと <laughs> トゥルーエンドみたいなグッドはトゥルーじゃないんかいみたいな <laughs> そうなんですよグッドとトゥルーって同じもの <laughs> だと思ってたんですけどなんか違ったりします,るす、うん、<laughs> ありますよね懐かしいな バッドエンド。バッドまあでも今だいぶ悪いルートに入ってますよね、うん、ほんま。そうそうそう,そう,う。懐かしいですね。うん、いやー、そうですか。食べ物の話ばっかりしてますけども。まあ最近の娯楽が食ですからね。ああ、ゲームしてますかああ、ゲームは。 サイバーバンクをずっっとやってます、ね、確かに宮城君なんかあの,あのディスコードってゲーム何やってるか出てくるんですけど大体 <laughs> それですもんね <laughs> 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 なんかもうそうですねずっとそればっかりやってて、うん、でもう今トロフィーもちょっと着実に集めてるんですよでまあちょっとまあそのプレステ4版が、うん 実際、その遊べ,るに遊べるに値しないからって言って、はいろいろ返金対応みたいなのしてるんですけど、うん、PC 版はやっぱり俺やってみたんですけど、評価いいですよ。うん、でも、やっぱりちょっとバグある前聞いた時には、酔うって言ってましたけど、<で>うもう慣れましたね。慣れるもんなんだ。慣れましたね。まあ、しばらく長くやってると、うん、まあ、やっぱり慣れてきましたね。気持ち悪くならない メロにならないです<ー>でも、ああのー、あでもその、やっぱりゲームやった感じ,だと,し感じとしては、うん、まあやっぱりちょっといろいろバグはあるんですけど、うん、まあやっぱりそのバグ起きても、一回つけ直したら治ると、うん、<laughs> そ,そんなに遊べないことはないっていう感じです。 でもう、実際そのゲームの中の雰囲気とかもめちゃくちゃ俺好きだったんで。うん。だからもう本当に今までやった中で一番もうイザ雑でこぎらない街でしたよ。イザ雑でこ汚らない街 <laughs> うん、<laughs> いろんなゲームやりました。あんなお下品な街初めて見ましたもん。<laughs> へなんか配信とかではできない感じの内容なんですかね。いいまあでも、せどうなんですかね。 プレステ4版はいろいろそのおっぱいが出ないようにとかし,、うん、してたんですけど、うん、なってるんですけど、うん、なんかプレステ、PC 版はいろいろ規制がないみたいで、まあ設定で変えられるかどうかはわかるんないですけど、うん、俺だってあのー、何やったっけあれ、えっと、グランドセフトオーとか、ははいはい,はい、はい、グランドセフトオートの最新豪華5。あれの PC 版が無料で、あのー、エピックゲームズに ははいはい,はいできてたんではい、はい、あれを配信でやったら俺バンされましたもんああでもそういうことはなですユーチューブでやったらユーチューブですああいうことはないでうこで確かに消されたシーンがなんかあのパパラッチがなんか有名女優を追いかけるとかいうミニイベントで,でその有名女優がなんかそのいつの家見に行ったらなんかそいつがなんかようわからんやつとなんか野外でファックしてたんですよ <laughs> でそれをカメラに <laughs> 収めろっていうイベントなんですよ <laughs> だからカメラでうおって追いかけてたら <laughs> 絶対画角 <laughs> に入るからもうバンされちゃうそう,そうだからバンされるかイベント失敗するかっていう2 <laughs>、うん、二択やったんですよ俺そうなんですよ、ね、ちょっといろいろのんかそのいろ、うん、んなまあちょっといかがわしいコンテンツがあるんで、うん、ああじゃあそうかじゃあやったら怒られる感じか PC 版は <laughs> あそうですね、うん。でも、面白いですかそう、ファックスするシーンはいっぱいあるんですけど。<laughs> 面白いですかいや,いや、面白いですよ。あーゲーム性としてはどういう感じなんですか<う>グラセフみたいな感じいや、ウィッチャーが近いんですかやっぱりゲーム的にはグラフ。あと、あとはスカイリムとかと、スカイリムとか、<ー>あとはグラセフとかと合わせた感じです。うん、あ戦いは結構多いですよ。 FPS やっけああ、そうですね。ああ<ー>、でなんかいろいろ武器が、僕まあいろいろ捨て振りとかもあって。FPS はきついやろな。うん。ようわ。そう、あとはなんか乗り物とかもあったりとかして。うん、あとはなんか自分の体を改造できるんですよ。ああ、サイボーグみたいな世界。そう、サイボーグみたいな感じすることによって2段ジャンプできるようになったりとか。<laughs> あとはなんか腕から、か腕からワイヤーがヒューンって出てきて、うん、それで。うん あの、敵をその切り裂いたりできますよいいっすねいやーやりてんだけどなーそうなんか独特の雰囲気があって、うん、あれはまあ好き嫌い分かれるかなっていう感じで動画とか見ていけそうやったらやってみようかなうん、えー、それを日夜やってるわけですねそうですね帰ったらやってますねおお <laughs> ああと、あのモンスターハンターライズが、体験版が出たんですね、スイッチのやつでしたそそう。スイッチのやつで、はい、それも俺、ちょっとやりたいなって思ってるんですけど、まだちょっとってな、うんうん、なんかクエストを遊べる回数が決まってるんですよ、今回。え そのモンスターハンターワールドの体験版同期はクエストいくつあっていくらでもやっていいよみたいな感じだったけど、うん、ライズは30回までしかクエストやっちゃダメっていう決まりになってるらしいんですよえ体験版がってことですかそう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 へえ,ー、えーって30回までしかできないなって,言ってまだ俺できてないです1回も遊んでないですおー30回 <laughs> おーなんで制限してんだろうねなんでか分かんないですけどね飽きるのを防止してんのかうんーそれかもうめちゃくちゃ遊んで うん、そのプレイヤースキルみたいに差ができないようにしてるんですかねあ、引き継げるってことか。引き継げるんですかね引き継げないんやったらど、どんだけやったっていいやん。どういう仕組みで遊べるのかは、まだ俺全然起動してないからわかんないですけど。レミさん、レミさん、ンモンハンライズはちょっとだけを知してますいや、全然わかんないです。あのモンハンワールドでは、うん、アイルーって猫のサポートキャラクターを引き連れたと思うんですけど。うんはい 本作は、うん、あのガルムだったっけガルムだったっけなあの、うん、犬も連れて行けるんですよ。<ー>その犬も連れて行けるけど、うん、アイルは二足歩行の猫猫ビトみたいな感じなんですけど、うん、犬は犬なんですよ。全然違うよ。 そうそう猫はなんかそのサポートしてくれるけど犬はなんかどちらかというと攻撃キャラ寄りみたいな感じの作りになっててうん,うんちょっと犬連れてみたいなって思ってなるほどね楽しみにしてます、ね、モンハンかモンハンねまあ楽しめたけどね前のワールドは、うん、<laughs> 楽しめたけどまあ秋も割と早かったかなっていうあ<ー>まあでもあんだけ遊べば十分か <laughs> まあ十分遊んだじゃないですか。うん、結構やりましたよ。うん、50時間ぐらいはやったかな。ああ<ー>。うん、まあ一通りなんかその区切りつくまで遊べてたらって感じですもんね。うんなるほど。もうなんかいつ発売なあれ。3月末ぐらいに出ますよ。うんなんあれなんですよ。その。うん、なんかテーマがなんか忍者をイメージしてるんですよ。 んハンターがみんな忍者みたいな格好してるんですよ。<ー>猫も犬もなんか人間とか忍者猫みたいな感じになってて。ん<ー>でワイヤー、まあ、ワールドでもあった感じですけど、ワイヤーアクションで移動できるんですよ。ん<ー>でもうどこへでも行けるっていうのがコンセプトらしくて。ん<ー>これがもうキズと出るかキ度出るかですけど、ん<ー>ハンターデザインが全部忍者っぽいんですよ。ん<ー>ん なるほどまあそうね、うん、まあその情報割となんていうんだろうプラマイゼロって感じやなそう, <laughs>、まあ、そうかっていう、うん、それいいねっていうわけでもないというかそうなんですよね <laughs> どう出るのこれがって感じ <laughs>、うん、そうねそうまあゲームねなんかサガフロのリメイクが出るらしいですねああそうなんですか、うん なんかそれはちょっと俺サガフロー全然やってないんで。うん。初代サガフロー。やろうかな。か面白いって聞きますけど、俺もやったことないうん,うん。だからこれを機にやろうかな、みたいな。うん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 感じ。まあ、それも3月か2月ぐらいやったかな。うん、まあまあ先ですね。うん、でまあ、まだバンバン。出ますね、リメイク。うん。で、我らがディスガイアも出るじゃないですか。出ますね、ディスガイア。 まあ、それも当然やらなきゃって感じで。でも同じ日本一ソフトウェアから出てるガレリアの迷宮と魔女の旅団っていうゲームが、はいはいはい。まだ終わってないんですよ、俺。あら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 。<laughs> とんでもないですよ、あれ、ほんま。本当ですかうん。とんでもない<や>っていうのはどういう意味でとんでもないですよ、もうなんかね、俺、あれ40人パーティーまで組めるんですよ。うん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 。はん5人 8人かける5の枠があって。ああ、そんなに感じなんですね。すげえ。40人までいけるんですけど、俺40人を、もうほぼ全員レベルマックスというか、その転生してレベルマックスみたいな。<ー>転生もほぼマックスみたいな状態にして40人置いて、難易度を最低にして、うん、で、ボスに、ラスボスに効く そのラスボス弱体化アイテムも取って、うん、アイテムも宝箱全部開けて、うん、挑んだのに負けたんですよなんでですか <laughs> 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 やりすぎでしょってそれ周回するやつでしょって思ったんですけどなんでですか <laughs> めちゃくちゃ強いんですよねバスボスがえー、なんなんって感じでおここまでやったのに負けんのって思って <laughs> 多分まあ、なんかちょっと、その代わり、戦略というか、そのなん、うん、なんていう構成みたいなのをちゃんと考えてなかったんですよ。<ー>もう適当に、適当に戦士系でええやろうみたいな感じで、ボンバーイヤ出してたら、うんうん、全然勝てなくて、もうこれ構成までガチで考えなあかんやつかっていう。あれじゃあ結構、何高いんですかね。うん。なんで、もうそこでちょっと構成考えるのは後にしようと思ってたら、ダラダラ引き伸ばしてしまいましたね。 うん,うん、うん、まだクリアしてないですだから <laughs> たまらん結構難しいですねそむずいと思うであれクリア率低いんじゃないめっちゃうん,なんか <laughs> そこまでやっても勝てんかったら、うん、なんかやっぱ構成を考えないと、うん、そこまでやり込んでも勝てないよっていうのは結構厳しい、うんうん、そうなんですようん、うん なんか、う一撃で食らうダメージがでかすぎんだよな、敵から。なんか、サガコレクションも最近やってんすよ。うんうんうん。サガコレクションもやってんすけど、あれもほんまね、なんか敵がブリザードとかやってきて、うん、なんか、HP が250ぐらいしかないのに350とか食らって死ぬんですよ。うんうんうん。どないなっとんねんと思って。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ強いんですよね、なんか敵が。 最近やってるゲーム。困るわ。でも結構難しみなんですね。難しいですね。まあ、佐賀に関してはゲームボーイの時代ですからね。うん。うん。まあ、でも佐賀は、うん、面白いは面白いですけど、まあ、だから今中途半端にクリアしてるというか、進行状況が中途半端なゲームだらけで、ああ、はい、うん。全然決着つけれてないわ。 あーじゃあもうそろそろですかねあれライザーだったんですかライザーは,ライザー,はライザーも中途半端なんですよ今あら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 いやまあやってるんですけどうん、うん、イベントが多いねあれほんまああそうなんですね、うん、どんだけイベント見してくんねんと思ってもうちょっとダンジョン行って帰ってきたらなんかフィールドマップの行けるところ全部にイベントのマークがついてて <laughs> もうどっか行くたびにイベントが起こって、うん、全部ほぼフルボイスなんですよ <laughs> だから聞くかと思って聞くかそうか <laughs> うん大変なんですよ前なんかもう配信中にバトル1回もせんば、まあ、イベント見て終わった時とかありますから <laughs> 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 どんだけイベント多いねんてイベントやってたらもう、うん、数時間経って配信終わりそ,そうそう <laughs> <laughs> ほんまになんかね <laughs> 困りますわ まあでもら、ホンマちょっと、ディスガイアまでには、ないともう終わらんぞ、お前、ディスガイアやり始めたは、絶対、わらんから。いや、いや<う>本当ですよ、ディスガイア時間かけてやるんですから。<laughs> うん、あと、なんかもう、ね、サワフロンのリメイクも、もしやる,やるんだったら、もう、スミ、うん、ゲーが増えてきちゃって。うん。と、フィットボクシング2勝ったんですけども、やってないからな。えー、フィットボクシングで2出てるんですか ?2 出ましたよ、12月頭にうん。 1>, あの1回もまだ起動さえしてない,はい、はい、ダウンロード版を買ったのに <laughs>、うん、ダウンロード版だったらもう,つあのもう継続してやるようのですからねそのためにそう,かそうやって買ったのに <laughs> 1>, 1回も起動してないとうその手があったかって感じですね一球一球その手があったかっていうかカト一応ジし差し込んだりする必要もないし、うん、続けてやるならうん そうですよね、うんまあ。ゲームはほんまちょっと今苦しみの時期ですね。<laughs> 苦難の時期。最近なんか他にゲームなあっていうのはあんまりないかなーって感じですけど。<laughs> まあモンハンはちょっと楽しみだなーって感じです、ねうん。モンハン、でもモンハン一人でやるつもりなんですかモンハン俺一人でやりますよ。あ <laughs> そうもなんや、モンハンって結構人とやらんとって感じじゃないんですか、あれって。いやー、俺はまあ、一人、うん、普段一人ですかね。一人でも全然いい感じなの前はまあ、なんかちょっと人とやってるとがありましたけど、うん正直、やっぱり一人でやるのが気楽かなって感じあります、ね、うんまず。まず一人で倒せるようになるみたいな。うんう 一人で倒せるようになって、あとはなんかそれを効率よくするみたいな感じなんかなって。うんうん、あなんかワールドの時とかも人とやりまくりでしたね、俺。まあ配信で。うんうん、視聴者と。ああ、うん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 。なんかその方がお得って聞いたら、それやりたくなっちゃうというか。ああ、うん、うん、うん。お得なやつに弱いんですよ。<laughs> まあでも他人数でやった方がまあ早いですからね。あ、うんね、早いし4人が得するし、うん。結局素材をどれだけ手に入れられるかっていう感じになってくるからお得を感じちゃうあ、効率を求めちゃうところあるな。はいはいはい。うん、あ、あと <laughs> モンハンライズはあれらしいですよ。その マルチでも、うん、マルチ4人でも、うん、それぞれ犬とか猫を連れて行けるんですよ。<laughs> だから4人パーティーで全員が猫とか犬を連れていくとすごいごちゃごちゃになるんですよ。うん、ああ。それは異常なのか <laughs> <laughs> 前まではなんかその、うん、3人だったらなんかリーダーの一人が猫1個連れてってみたいな感じだったけど、うんうん、もう今はもう。 もう阿ですいい情報に聞こえないんだけど <laughs> <laughs> 普通は連れてきるべきなんだろうけど、うん、ごちゃごちゃしてるとか言ってるし <laughs> まあでも、ね、いまあそうですねほんまプラマイゼロですねそ,<う>そ,のその情報プラマイゼロだ確かに <laughs> <laughs> おおとはならんな まあでももうゲームなんてねもうちょっとでも興味があったらもう買っちゃっていいような気もするんですよねうん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 、うん、そうですねうんそれぐらいにしか金使わんしうん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 そうですねいやー と言っている間にもう2時間経ちましたけど、あらあらア、アマングアス、アマングアスが21時からやから、かアマングアス準備全然してない。<laughs> そこまで、そこはねギリまでやるかっていう感じのになってますけど、別に事前に準備があるなら、この辺にしてもいいかなと。確かに、そろそろちょっと準備もしなきゃって感じですね。<laughs> はいはい、じゃあ、そうですね、今回は。 ここんなところよしておきますかじゃあレビューさんじゃあ宇宙船でお会いしましょう、はい、<laughs> そうですね <laughs> それではまた後ほどでは、えー、ありがとうございましたはいじゃあまたはいお疲れ様です,れ様で,すではまたお話ししましょうは